2021年新春特番で木俣辰彦さん、そして鈴木貴正さん、この師弟対談を皆さんにお届けしたわけでございますが、もう早いものであれから3ヶ月、3月に入りまして、もう来週の26日金曜日にはセパ両リーグ開幕ということになっております。まあ、去年と比べて今年は無事春に開幕ということでほっとしているわけでございます。というところで、このピカイチ名古屋チャンネルも新シリーズをお届けいたします。そうです、鮮烈なパンチをお届けします。ダイナマイトよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、パンチ佐藤です。はじめまして、小野でございます。パンチ佐藤さんです。はい、ようこそお越しくださいました。あ、今までやってきたのは無駄になっちゃうって言うんですよ。さすが井端、よく言ったと思いましたね。打席ではこう大声で指示を出さないようにしますからね。人生はマラソンだぜ、マラソンだぜと思ってたんで、ね、これが桜川かな、あのって言われたらこういうことかって思いましたね。どうだい与田監督、メンタルトレーナーということ。スランプの選手を錦木に連れて行ってもっとスランプにしちゃうという。相変わらずでございますね。 ありがとうございます。お元気ですね。はい、パンチさん、パンチさんとお呼びしてよろしいですか。パンチでございます。おいくつになられました。56、今年の12月で57になります。お顔の若いですね。いや、もう白いものも増えました。いや、はい、ということで今日は名古屋にお越しいただいたんですけれども、はい、この番組は名古屋のドラゴンズファンのための番組なんですけれども、はい、そこにパンチ佐藤さんに来ました、はいはい、来ていただいた、はい、名古屋と、あるいは中日と、はい、まあ当時は交流戦なんてないですから、あんまりパンチさんご縁がなかったですかね。そう思われがちなんですけれども、実はこの愛知県出身じゃない芸能人、まあの中でですね、一番僕は名古屋詳しいんじゃないですか。本当ですか。というのはしょっちゅう二軍に落ちてましたから、あのファームでドラゴンズとやってましたし。名古屋球場ですか。はい、名古屋球場、またアグイ球場。アグイやってました。アグイまで行ってらっしゃった。そして当時はプロ野球というのも、はい、いろんなこう厳しくない時代だったので、はい、夜の街も、はい、詳しいですね。錦ですか。錦もありました。あのプリンセス通りにボーノボーノなんていうお店がありましたね。今ね、なくなっちゃったみたいで。女子大工事なんてのご存知ですか。女子大工事もありますね。はい、はい、もちろんお仕事で、はい、レポーターとしてもよくいらした、うん、レポーターでもありましたけれども、うん、その応援団の方が呼んでいただいて、うん、しょっちゅう来てました。そうですか、なるほど。じゃあご縁あるんですかね。まあ喋れないお店ばかりですけども。どんなお店ですか。はい、はい、なるほど、はい、それと、はい、もう一つは今は本当に大きなご縁というか、うん、パンチさんの同級生がドラゴンズの阿波野ピッチングコースであり、 ね、はい、そして1年下の可愛い後輩が、はい、与田監督である、そうですね、ということで、はい、今日はお二人のことについても詳しくお話ししていただきます、はい、よろしくお願いします。からもちろんパンチ佐藤さんの野球人生についても大いに語っていただこう、はい、よろしくお願いします。豊蔵さんとは結構重なってるんですか。一緒にプレーさせていただきましたし、はい、その豊蔵さんがその名古屋の応援団を紹介してくれたということで。なるほど。それで豊蔵さん実はすごい気を使うというか優しい方で、僕のことを、まあ、興味あるというか、うん、まあ、可愛い後輩だなと思ってるんでしょうけど、うん、やっぱりライバルだってことで無理してピリピリ見せてるのがなんか分かるんですよ。なるほど、応援団の人と一緒にいるのに、うん、なんかこう作ってこう やってるのがね、そういう優しい人です。なるほど。そしてね、オリックスで一番グローブをきれいに磨いたんじゃないですかね。まあ、豊蔵さん、はい、まあ、そしてね、チェンジになるとこうやって置いてるんですよ、うん、で、あ、
おーなんて言った、猿なーなんてもうすごいそのグラブに対してはね、もう丁寧な方でしたね。同じ Z のグラブでしたけども。もうお一方ご紹介させていただきましょう。この前もちらっと登場していただいたんですけれども、そうです、このパンチ佐藤さんと同級生になりますね、同じアジア大学出身の、木下さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木下俊博さん、はい、中京高校、はい、現在の中京大中京、はい、ですから名古屋ご出身なんですよ ね、 そ、 うですね、そこで高校時代はベスト4まで甲子園に行かれて、はい、でアジア大学に入られて、はい、で佐藤さんと出会われる、はい、ということなんです、はい、で、その後は龍谷大平安高校です、はい、こちらで監督さんもされて、はい、現在は焼肉店を経営されるということ、はい、そういえば木下さん、ずいぶんいろいろアジア大学の厳しい野球、もちろん30年前ですから、はい、今とはだいぶ違うと思いますけれども、はい、本当にその時の喋ってた自分が、それとその時のイメージがまた蘇ってくるようなお話させていただいて、うん、本当に良かったと思います、うん、ああそうですか、はいはい、やっぱり厳しい野球部でしたか。そうですね、理不尽な部分も多くありましたけれども、うん、でもそれを経験してたからこそ大人になって、うん、なんか嫌なこと辛いことあっても、そのレッドゾーンを経験してるから、僕に比べたら何っていうことでね、今は感謝してます。そして昨日からの名古屋に前乗りしたんですけども、そのことが話題で酒が飲めるっていうこのおじさんになって、ね、なるほど、これは人生最高ですよ。何もないさらっとした学生生活だと喋ることもないじゃないですか。なるほど、会うたびに木下やらいろいろ先輩と同じ話になるんですけど、うん、それで飲めるというの幸せ。なるほどね、はいはい、木下さんもそれはね、はい、あの時代大変厳しかった、そして、まるで監獄かなんかに刑務所に刑務所にいるようになっていうふうにもおっしゃってましたけど、はい、その一方で、はい、その4年間を感謝してると、はい、こういうふうにもおっしゃいましたよ、はい、木下さんも。そうですね、はい、もうそれは本当にまあパンチ和弘っていつも呼んでたんだなんですけど、はい、和弘と一緒で本当にその4年間があって今があるっていうのは本当に感謝してます。なるほどね、はい、それではですね、以前収録しました木下さんのアジア大学野球部のお話、ちょっとここで皆さんにご紹介することにいたします。どうぞ。僕らの頃は中京高校って言ったんですけど、はいはい、アジア大学はそれの10倍ぐらいですから刑務所かなと思うぐらい一塁側と三塁側に、まあ、道具入れるとこがあるんですけど、はいはい、蜘蛛の巣が張ってたっていうだけで中央なんですほうきで取るんですけど、蜘蛛、はい、も夕方になると出てきてまた座る全員が自習室というこういう畳の部屋に集まりまして、うん、はいはい、1年生何時自習室集合って書いてあるんです、うん、もうご飯も喉通らない、部屋掃除もやって、もう夜のそれまでには開門も済ましてその時間に正座してないと。ということでご覧いただきましたけれども、はい、各大学どこの大学の野球部も非常に上下関係は厳しいというのは知ってましたけど、うん、はい、特にアジア大学の野球部は特に厳しいというのは、考えたら、パンチさん、あれですよね、高校、武装高校、はい、そうです。話なくなっちゃいますけどね、はい、僕の武装高校の同期の1番バッターと4番バッターがアジア大学にスカウトされたんですよ、うん、この2人が、はい、ただこの2人がもう大学行って丸坊主で先輩にお仕置きされるのは嫌だよということで、一人は三菱自動車川崎、一人は日本航空に来まして、社会人ね、二、はい、つ席が空いたんで僕と阿波野はたまたま入れたということなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だ人生って分からないですね。あ、なるほど。とこの二人が後にプロ行くわけですから。あ、それでアジア大学のが厳しいというその前にですね、なぜ厳しいかっていう話をしなきゃいけないんですけど、はい、それは甲子園でバリバリ出た金の卵と言われるプロ野球に行くような素材の人たちっていうのは東京六大学に行きますよ。早稲田慶応法政明治、そしてそれに入れなかったのが駒沢だとか青学だとかに行くわけですよね、うんうん、それで入れなかったのがアジアに来るみたいなことなので、うん、我々はブリキ軍団っていうふうに言われてたわけですね、うん、金やプラチナなんかは磨かなくたって錆びないと、うん、お前たちはブリキなんだと、うん、ブリキはいつも丁寧に磨いておかないと錆びるんだと、そのブリキですから針のように
尖らしてもチクってやったら人差ししかできないんですね。チクって次はもう曲がってるんだ。だから人差しできる選手になれっていうふうに育てられたんです、うん、だから俺のホームランで勝ったんだとか、うん、俺のツーベースで勝ったんだっていうそういう人差しじゃなく、ホームのクロスプレーセンターから刺しただとか、俺のデッドボールで始まったんだとか、うん、そういう人差しできるような選手になれということだったもんですから、うん、練習内容ももちろん厳しいし、うん、寮生活というのはさらに、うん、厳しかったんだという感じで。そういう教えからということなんですね。そうなんですね。だから木下がもう10倍厳しかったって高校時代に言いましたけど、はい、当時明治大学っていうのも厳しいってことだったんですよ、はいはいはい、島岡音大の、はいはい、ただ明治とオープン戦した時にこの練習3回できるよと思いましたよ。それだけやっぱり練習も厳しかったですね。厳しいと聞いていた明治の3倍厳しかったわけ、うん、いやもう5倍かな怖いな、なんだという感じだったですよね。でも、パンチさんそんな風におっしゃいましたけど、うんはい、東京六大学のに負けない、うん、あるいはそれ以上っていうぐらい、うんはい、プロ野球選手を輩出しているのが亜細亜大学野球部じゃないですか。いやだからそういう時代が来たんですね。というのは1年生の時に春にオープン紅白戦で二塁ランナーでホームでアウトになったんですよ、うん、そしたらホームベースに集まれっていうことになって、なんか俺したかなんかしたかなと思って、うん、ここに青野のグローブがあって、青野ごめんね、うん、例えばホームでのアウト、これアウトですね、このベースアウトしたらアウト、これセーフですね、うん、アウトとセーフはどれくらいの何センチだって言うからこんなもんですよね、はいはい、ホームのクロスプレーっていうのは、はいはい、なんで佐藤二塁ベースでこれだけリードできなかったんだと、これだけリードしてたらセーフじゃないかって、そういう教えなんですよ。なので僕は1年生の春のその紅白戦で2アウト二塁からアウトになりましたけど、それからプロ引退するまで2アウト二塁のランナーでアウトになったことないですよ。そういう教え方するんですね。そうすると試合の途中で部分部分で配集合みたいなことがしょっちゅうあったわけです。ありますね、そういうのが染み込んでたので、うん、牧野下も知ってるように守備も下手だし足も遅いんですけど、これだけの差なんですね。そういう指導を受けてきたという、だからこれだけのこだわるということは寮生活もこれだけもう許せないというような寮生活だったんですね。なるほどね。もう一回その入学の話ですけど、うん、たまたま2つポジション入ったということで、はいはい、で自分としては亜細亜大学行きたかったんですか。僕はですね、家もちょっと裕福ではなかったので普通の生活がしたいと思って生きてきたんですね。だから当然プロ野球選手なんていうのも頭にないし、僕の夢はね川崎水道局だったんですよ。公務員、川崎水道局っていうのは公務員だし軟式野球も強いんですよ。あ、はいはい、だから僕ら甲子園だ甲子園だっていう練習じゃなくて川崎水道局、川崎水道局生きてるんだと思ってやってる。川崎水道局だ。だから周りのやつらはお金持ちの息子だったりするもんですから、それこそいけないことをやってたりとかするようなやつなんで、僕はとにかく川崎水道局ということでやってたんですけども、うん、さっき言ったように1番バッター4番バッターなんかは何したって打っちゃうわけですよ、うん、やっぱり違うんだなと思ったらそうなっちゃって、うん、たまたま入れたという。でたまたま入ったそのお二人が、はい、阿波野さんとパンチさんのお二人が、はいはい、プロに入るっていうことは、うん、それだけ亜細亜大学の野球部っていうのがう、ね、やっぱりその教えとかがすごかったんじゃないですか。すごかったし合ってたのかもしれません。あ、そうですか。阿波野や僕や与田や今活躍してるのは、はいはいはい、阿波野さんなんかすごい成績残してるじゃないですか、はい、それで大学時代から。阿波野はですね、うん、桜川高校っつって頭のいい高校で公立ですよね。もう久保九里慶応に決まってたんじゃないですかね。あ、そうです。それが急遽こうアジアが応援するということでひっくり返ったんですけども、うん、もう忘れもしませんね。2月3日節分の日に入寮したんですけども、阿波野だって。段ボールね、3ケースとファンシーケースっていうあれだけ、あと布団だけだよね。そうそう。
今でもですね、その節分の日に、で、あんなやめるだろうって、桜ヶ丘のあんな頭いいところで青白いしなと思ってるところが1年経った青菜は誰も手つけられなかったですよ、あの玉は。そしてあいつは自分の口から言わないと思いますけど、セーブしながら投げてました。というのは他にいいピッチャーがいないので、火曜日青菜投げる、そして木曜日投げなきゃいけないから、うん、アワノなんですよ、はいはい、で次の日勝ちそうになるとまたアワノが出てくる、はい、で負けると火水木とアワノが投げる、プロでいう権藤さんですよね、はいはい、なのであの手加減して投げるんですね、はい、だそれをプロのスカウト見て、いや大したことねえなって言って取らなかったっていうぐらい、はあ、もうそういう感じでしたから、ね、あパンチさんとか、はい、阿波野さんとか、はい、同級生で入りましたよ、はい、木下さんだって、はい、中京で、はい、ベスト4まで行ったような人です、はい、どんな感じで受け止めました？いや、僕はもう本当に甲子園出てちょっとまあ頂点になったともあると思うんですけども、はい、その入ったアジア大学入った時、こんなにすごい選手がいるんだっていうのにはびっくりしました。だから、はい、あのにしてもそうですし、パンチにしてもそうですし、やっぱり1年の時から違いましたか？もう違いました、本当に。はい、まあ、先ほど本人も言ってましたけど、シュート足は遅かったですけど、うん、バッティングだけはズバ抜けてよかったですし、うん、あのやっぱり素晴らしいボール投げてましたし、はあ、あ甲子園でなくても公立高校とかそういう武装なんて僕らは聞いたことなかったんですよ、うん、神奈川県、うん、横浜高校とか Y 校とかは知ってましたけど、はいはいはい、でもそういうところから来た選手でも中にはこう一人一人見たらすごい選手がいるんだなと思って、僕はもうその時点で、あもうレギュラーは無理だと思ってました。あ、そうですか、はい、入った時点で大体自分で分かりましたね。最初からあのパンチさんとか、はい、青野さんっていうのは下働きじゃないですけど、はい、この前伺った、はい、ああいうのもお二人なんか免除みたいな感じになるんですか？いや、ないないですね。それはないんですか？はい、はい、ないですよ。ただレギュラーであっても、はい、ただまああのリーグ戦前とかリーグ戦中の時はちょっとそういうのは軽減されることありますけど、うん、あとは全部一緒です。なるほど。寮でやることもグラウンドでやることも一緒です。あの朝の朝礼の話からした？知らない伺いましょう、伺いましょう。だからあのダイナマイというのは、僕は間違ったことがないから。野球部教師、極めて気になる野球部を出し、道理に基づく深夜の理想を掲げ努力を表示する。あんなきつい練習してて日体大に負けるんだったら、明日から短パンで洗いんだうちもとかね、監督がいる前でね初球カーンって三塁線にツーベース打ったんですよ。かっこいい。で、こうやってすんなみなさんは疲れてます。一つだけ覚えて帰りましょう。ニーハオニーハオ。はい、寝ててください。で、8畳の部屋にこう真ん中にこうこたつがあって、あごめんね、こたつがあって4年生3年生テレビが置いてあるんですよ。そしてここに2年生1年生が体育の姿勢でこうやって座ってるわけです、ね、あ体育座り聞きましたこの前、はい、で朝7時に、朝礼なんで、放送が流れるんですけども、6時半に1年生起きなきゃいけない、うん、ゴミ捨てコップ洗い受付から新聞を取ってくるというね。そうですから6時半にピピ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 ピなんてやってると、先輩にこうコンパチ食らっちゃいますから、佐藤30分なんだって言ったらって言う、なのでもう5時半ぐらいからもうこんな感じになってるわけですよ。そして6時半にそっと目覚ましを止めて、鳴らしちゃいけないわけですね、はい、それそーっと息止めながら開けて、そーっと閉めて、ゴミ捨てコップ洗い、そして受付にあるスポーツ新聞を取ってくるんですけど、中にはスポーツ新聞の金も払ってないのに1年生に取ってこいっていうやついるからね。あ、いや言ったらないって言ってくるから早く行かないじゃない。そして7時にね、朝礼です、朝礼です、全員至急受付までとかグラウンドまでって言って、そして4年生3年生2年生1年生って並ぶわけですよ。そこで毎朝武勲というのを言わされて、その武勲というのをとちっちゃうと、おい木下の部屋の2年誰だよって、木下がコンパチされないで2年生がコンパチされちゃう。
ああ。そうすると2年生は、おい木下何やってんだよってコンパチャンチャン、そういう風になっちゃうから、みんな朝礼で刺さらないでくれ、刺さないでくれっていうような感じなんですよ。でこれがまたリーグ戦中になると、さらに閉じると、あ、今日は朝ら部君間違ったから負けたんだとこうなっちゃうわけです。特にリーグ戦になると絶対グルだって言うんですけど、絶対僕が刺されるというのは、僕は間違ったことがないから。あ、そうです。だからもうリーグ戦っつったら佐藤なんですよ。あ、なるほど。当時は東洋大姫路のライト守ってた三井さんっていうマネージャーでね、はい、ああ佐藤、はい、たた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 た、失礼します。一つ学生の本分を尽くすこと、一つ礼節を重んじること、一つ努力の精神を養うこと、一つ決起の勇を戒めること、一つ先輩の命を重んじること、野球部教師、極めて気になる野球部を出し、道義に基づく深遠なる理想を掲げ努力を生じする、我々は高慢なる品性、高貴なる人格を身につけるべく、野球道を教育と一方法とし選び、熱意を持って成し遂げる、以上です。いや言って言って、どうぞどうぞ。あー佐藤な、お前いいやそれで掃除が始まるわけですよ。あ、なるほど。そして8時からグラウンド戦ですよ。アジア大学のグラウンド整備は甲子園園芸よりすごいっていう。どんなにぐちゃぐちゃでも、あの白虎隊じゃないですけども、はい、あのレギュラーじゃない彼らの先輩方がもう全部やっちゃうんですよ。はあ、すごかったな。すごいっす。それでまあ当時は水飲んじゃいけないっていう時代でしたね。ああ、そうかそうか。ただトンボ小屋に内緒でこうマウンテンデューっていうねでっかいボトルのジュースのあれに水を入れてボトルで並べておくやつ、はいはいはい、でグラウンド整備の時にこう飲むっていう感じだったね。そうです、あ、うん、そうです、あ、練習でしたね。そして練習内容はさっき言ったように、うん、あのスカワンスカワンと打ったり投げたりっていうのじゃなくて、そういう何センチにこだわる、あ、いやいやいや、体操で飛んだり跳ねたりグローブ持ってキャッチボールするまで1時間ぐらい走ったりしてるわけですから、そんな練習でしたね。そして12時に終わって、1時間休憩で1時からまた6時7時まで練習するという。で4年3年2年生が入ったお風呂はもう真っ黒ね。真っ黒。その中に入るみたいな感じですから。あのもう泥だらけっていうことですか。そうですね。はい、もう。ああ。それでこれはまあ今だからなんですけど、その厳しい寮生活、厳しい練習で、ああこれがアジア大学なんだ。俺たちはブリキ軍団なんだ、だからこういう練習してるんだって僕は納得してやってたんですけども、うん、1年の夏、秋のリーグ戦の前の夏、日体大とのオープン戦があったんです。はいはい。短パン T シャツで走ってんですよ、うん、水飲みながら、うん、こんなところに負けるかって僕は1年と思ってたんですよ。そして試合が始まったら手も足も出ない先輩方、う、何やってんだあいつは、短パン T シャツにやってる日体大なんかに負けられるかと僕思ってたわけですよ。で1年生だからベンチの端っこでこう声出してたんですけど、これ1年お前監督の隣で声出すよお前なんて言う、はと思って、あなたたちが引っ張るんじゃないのと思って僕も声も出してるのに、俺声出してないなんて言われてもないよね、いつもガガガ出してる方に向かってそう言うから、うん、よーしと思って監督の隣で、あんなきつい練習してて日体大に負けるんだったら明日から短パンでやらないんだうちもとかね、監督は言わないですね、水なんてないんですとか、あのもうそういうことずっと吹きまくってたんですよ。あれだけ練習してもバット振らなきゃ当たらないよなんか、ね、何回見逃ししてるんだろうなーなんてとか僕はもうコンパチ覚悟って言ってたんですよ。さすがですね。そしたら監督も唇震えてきて佐藤って言ってピンチ行ったって来たと思ったんで、うん、ゆっくりスパイクの紐なんかほどいてねしてて、早くこれ行け早く行けよ先輩方言うんですよ。自分のペースで打席入らなきゃ打てねえんだよなんて言われてそれで あれそれでなんか蒲田行進曲みたいですね。本当にそういうわざと時間かけて、そしてこんなこと言って早く行けとか言って、自分のペースなんだよなんつって初球カーンって三塁線にツーベース打ったんですよ。かっこいい。でこうやってするなそしたらいわゆる大集合ですよ大集合。監督自ら
1年で勘違いしてるやつがいる救急車で運ばれない程度にコンパチしとけ。おあもう大変でしたね。それがあの大集合。そう、いや木下さんこれパンチさんらしいお話ですね。そうですね。ただ先輩に恵まれたのは4年生は1年生にコンパチしないんですよ。でも僕は大集合でコンパチされたんですよ、うん、そして3年生は1年生にコンパチしないんですよ、うん、でも3年生にコンパチされました、うん、で4年3年が出た後に2年生が守ってくれました。バカだよなってコンパチされたって言っとけよって。だから1個上の先輩にはあの恵まれましたね。うわ、俺たちだってここまで来てるよって、うん、なんか青春だよ、ね、それをさっき言ったようにでですよって飲めるっていうのは幸せじゃないですか。なるほどね、そうか。でもパンチさんらしいですね、その演奏っていうのは。ですから僕は自慢じゃないんですけど、僕の時代から4年生が1年に声出せよだとか、そういうことはなくなった時代になっていったと思いますよ。4年生が引っ張るっていう感じで、まあそういうのを見てると後輩も佐藤さんもコンパチしたじゃないですかなんて言うのもいると思うんですけど、僕はのコンパチというのはまあ木下もしておりますけど、ちゃんとした理由があるんですね、うんうん、これはね夜の10時ですよ、うん、消灯消灯電気を消して寝るように消灯トイレに行ってるわけですよ、うん、ちょ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 、あ消灯の時間だな、ガラガラ、雨だぜおい、結構降ってるぜおいこれ明日午前中グランド整備で休みかな、あれ何キラッと光ってんだヘルメットが出しっぱなしだったんですよ。あそしてヘルメット係集合、ヘルメット係集合ということで、いいか逆転のランナーを背負ってね、そこでヒットを打てっていうのは難しいよな。でもヘルメット係がちゃんと出してしまうって、これ毎日同じこと、これ難しいことか、さっきのこの話ですよ。そして僕はコンパチしたということがあって、おいお前なヘルメットの気持ちになってお前もそこで正座しておけって言って、ずっと正座させておきました雨の中で。僕寝たら木下走ってきて、おい真っ青になってるぞって忘れてたよなるほど、学生コーチでしたから、なるほどなるほど、風邪だ何時間させんだまさか薬を振られるんだこっちが忘れたって言えないから、ヘルメットも寒かったんだろうな明日風邪ひいたとか言うならそういうことありましたね。なるほど、ね、それとはいじめるっていういじめじゃなくて、ヘルメットの気持ちが分かった物語です。だから木下さん、パンチさんのそのね、あのお説教っていうか、はい、お叱りは、うん、あの決して理不尽なものじゃなかったそうです、はいはい、それは本当そうですね、はい、あと木下さんもう一つ伺いたいのは、はい、このパンチさんの今の言動ね、はい、あの隣でビクビクして聞いてたんじゃないですか。そうですね。だから、もうやったんだよ。もうよくあるにも言われました。そうですか。だって、待って、自習室っていうところで正座するわけですけど、だって正座して1時間後ぐらいに来るんだもんな。そうです。だからもう足がもう靴下2枚履いたりして、うん、それから始まるから。うん、パンチさんが、はい、あのその先輩に向かってどうのこうのとか、はい、かあそれとは1年生ですから。あの外でスコアブックとか書いてるは聞いてません。あ、聞いてないですか。だからなんでなったのかっていうのは知らなかった。そうです。僕は今それでその大集合ってなったのの原因がそういう風だったっていうのが今初めて知りました。今だから今恨んでます。その時は何か違うことがあったんだろう。ただ和弘だけがやられるんで、うん、何かあったのかな、まあ、和弘のことだし、うん、まあ、何か粗相はないけど、うん、何か言っちゃったんだろうなっていうのは、うん、薄々は分かってましたけど、うん、でもなんで和弘ばっかりやられるか、うん、俺はずっと正座してるだけなんですよ。4年間でその他、はい、あのパンチさんの危ない言動はなかったですか、その先輩に対して。先輩に対して、まあ、まああれ以上はないよね。そうですね。そういうことはレッドゾーンがあれ以上はないですよ。なるほど。ただあったのは彼があのリーグ戦で本当にさっき言うようにチームのためにっていうことを常に考えてる選手なんですよ、はいはいはい、で一つ上の先輩でよく打たれる方がいて、その人はやっぱり自分の記録ばっかりを
追ってた方もおられたんですよ、うん、そうするとホームラン打つことを打てなかったらそのホームランを打ちたかったみたいなことを言った時にカズルがチームのためにやってるのにその一歩のホームランを狙いに行くっていうことをそこを打てなかったっていうことにしょげるんじゃなくて、うん、勝負の勝ち負けにこだわるっていうことをすごくベンチで言ってたのは覚えてますね。なるほどね、はい、みんなその最初に言ったようにブリキ軍団でねみんな人差しのために頑張ってるんだからっていうのがあったんですね、でパンチさんはもうそこからもうどんどんあのレギュラーというような感じで使われるた 1年のからベンチ入ったのは天野と俺だけ、ね、そうなんですよ。で2年からレギュラーだったんですよ。あそうなんですか、はい、でもさっき言ったように1年は青野と僕だけだから選択なんか先輩にやらなきゃいけないから。ああそうなんですか、大変だったですね。100人いて洗濯機が2台3台しかないんだよ。いやそれも東芝に就職したり松下に就職したりした人いるから洗濯機はあるんですよ寮に。でも当時の監督がそんな贅沢はせんでええとか言って2つか3つしかなくて、で壊れたら2台になったり1台になったり、そうです、その洗濯機争いがまた大変なんだ。だから例えばああ取られてるよ、うんわうんわうんわってやったんですか。じゃあ例えば木下って言うのが出たら、あトントン失礼します、佐藤入ります、ガラ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 失礼します、まるまるさん木下に用があって参りました。おい、あ木下、木下の次誰だよ、青野だよ、青野分かった失礼します、ガラ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 トントン失礼します、佐藤入ります、ガラ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 失礼します、まるまるさん青野に用があって参りました、あの木下の次お前だろ、お前次誰よ、誰それだよって言ってもう何人も7人目ぐらいなんですよ。そうすると、そうすると2時半だよ回ってくるのって言ってそれでハーフトップって言ったらもうあの3時ぐらいになっちゃってたりするわけですよ。あーって言ったらまだ天野のユニフォームが回ってたとか回し忘れてたとかそういうことで、あの洗濯機がなかったのが大変でしたね。一番辛い。で同期で北沢っていうやつがいるんですよ、はいはい、それはもうなんか手洗いかなんかしたんでしょうねちゃんとあの洗剤が落ちてなくてその洗ったユニフォーム着た先輩がかぶれちゃったんですよ木下さんそういうね、あれも辛かったの、おかしいんですよねあるんだから、うん、だから僕は熊谷組に入ってから社会人、はい、プロ1年目かな、あの洗濯機 2,3 台あの送りました。ああそうですか、はい、ああなるほど、はい、いい先輩だだからあとパンチさん、はい、ぜひ伺いたいのは、はい、なんか男はつらいよが大好きで、ああ大好きですね、それで、はい、デパートで、はい、腹巻きとか、はい、捨ててこみたいなのを買って寮に帰ってっていう話。だこれもね、あのまあこれ映画をあの寅さんを見て、はい、帰ってくると、はい、百貨店で、はい、あの桃引きと、うん、あの腹巻きと買い物を買ってそれに着替えて各部屋回りをするんですコンコン、トランジェロですそれに後輩がおー、佐藤さんすごいですねって言わないとすごい怒りたいそうするとみんな大体あの和色っていうあの佐藤がこう回ってくると、うん、だんだんと下級生がおい、次お前の部屋佐藤さんちゃんと言えよそういうことだあなるほどね、はい、毎年夏冬になると男はつらいをやりますね。ありますね、はい、そして、あれお盆とお正月ですかね、だからお盆そうですね、それであの捨ててこう腹巻きっていうのでみんな笑わしてやろうかなぐらいな気持ちで買ってきたんですよ、うん、ただこれがね一回履いたらやめられないんですよあのねですから最初は笑わせるような意味で着てたんですけど、何年生の時ですか、それは3年か4年か、ね、4年か、皆さんよくね考えてほしいんですけどデパートでですよ、うん、下着売り場でですよ、うん、なんで今も捨ててこ腹巻きがあるんですかこの時代にユニクロでいいじゃないっていうのはあれは必要なんですよ、うん、いいものなんですよ、はいはい、だから今でも下着売り場の隅っこにあるんです一度ぜひ履いてみようと分かるの特に夏なんかはもう男の中のうわ、ね、当時冷房も暖房もないし
フルチンの上にあの捨ててこ履くとなんてなんてお稲荷さんが涼しいのもうねパンツなしですね、ええ、あれは快適なのよだから最初は笑わそうと思ってたんでしょうけど、うん、で今でも僕夏あの履いてます、うんはい、ああそうなんですあの波絞っていうのはいいですねはいこう、はい、波絞っていうのはいいですねそれでなんかね木下さん、はい、いやいいですねって後輩はみんな言わないといけなかったそうです話をそうすると機嫌良くなるんで、はい、そこで喜んでるパンチがいるわけです、うんあはい、なんか大学は行ってたんですかそれで当時はですね今はちゃんと行って単位を取らなきゃいけないんですけど、はい、我々の頃は試験の時にね、そうですね。あの名前を書いて、あのこう君が代とかこう書くと、結構日本経済史概論 A 小田村虎次郎先生万歳とかだね。はい、あなるほど。結構都市伝説にそういうのありますね。はい、名前書けばとかいうのはね。今はダメだけどね。高校終わって。なんか願書みたいなのが届くね、はい、そこで英語と第二外国語フランス語だなボンジュール中国語で書いてくるんですよ俺フランス語だったんだろうなってみんな中国語で、まあ、中国語の先生が単位くれるからっていうあ朝鮮国そうですそうです皆さんは疲れてます一つだけ覚えて帰りましょうニーハオニーハオはい寝ててくださいいい先生ですねダイナマイで門限8時って言っときながら6時ぐらいに帰ってきてバッティングするやつはおらんのかおはようございます大掃除は終わっております何もう一回やれチームが盛り上がってない時はお前を殴る憎くて殴るんじゃないからなって言われましたけど殴られた時に憎くて殴られてるから暴走キャプテンを演じていましたよ朝から365歩のマーチ流したりまでやってきたのは無駄になっちゃうって言うんですよさすが井端よく言ったと思いましたねやっぱり野球っていうのは神様がいてどんなに落ち込んでてもどんなにあれでも明るくはつらつしなきゃダメだっていうのを教えてくれました野球が夏2週間、冬2週間しか休みがなくて、うん、あとはもうずっと練習の毎日でしたから、うん、あこれ待ってきました西多摩郡日の出町停電事件雪の日の雪の日あったそれ大雪が降って、はい、その町が停電になったんですよ、はあ、電気がついてたのは唯一あきる病院だけはいはいはいあったね雪が積もってる停電これは練習ねえぞってことでみんな花札やってたんですよそしたらマネージャーがおいおい加藤来たぞうち来たぞ練習やるみたいだろなんつって雪の中練習しましたそして水で入ったし2日間3日間やりましたよそんなことありましたね停電で停電なのに雪の中で練習で水風呂です、はい、あそういうところもあった思い出すもんだね必ず内田監督というのは休みくれないんだよなリーグ戦で連勝した時ぐらいにくれるかなぐらいのものでしかも明日休みと言っておきながらですよ、うん、午前中は大掃除とかさそう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 で門限8時って言っときながら6時ぐらいに帰ってきてバッティングするやつはおらんのか8時って言ったら8時に帰ってくるのかとかで大掃除終わってすぐ飛び出して一汗かいてから行こうっていうものはおらんのかとか言うから時間が短くなっちゃうだから僕はキャプテンの時に、うん、しようっつっておい明日午前中大掃除だからな今のうちにやっておこうっつって阿波野が
ダメだよ和弘、そんなことやったってうちって内田監督のことですね。うちもう一回やらされるぞ。みんな死ねピシッと大掃除しろっつって大掃除して、あ新聞引いとけ、様子だ様子だっつって、で次の朝ファーッと剥がして監督がやってきて、トントン失礼します、佐藤やります、ガラ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 、おはようございます、大掃除は終わっております。何何かやれって言われて、ね、そうで、ね、言ったらなんて、もうそういうことありましたね。はい、無駄だったわけです。、はい、そういうことあった。うん、で今ね、はい、アンチさんからお言葉出ましたけど、うん、キャプテンだったんですね。そうですそうです、やっぱりこういうおしゃべりも達者だし、はい、それで実力もあるし、はい、というところでこれ選ばれちゃったんですか。そうですね、やっぱり統率力がありましたんで、はい、そういう意味ではいやもう本当にみんなが、まあ、頑張って背中でこう、うん、どうだったんですかね、自分の背中に足引っ張っていく、そういう性格でしたんで、うん、まあ口も達者ですけど、うん、その分言った分やってますから、うん、みんな何も言えないですよ、ね。ああ、なるほど。はい。だからそれもね、木下も今聞くと思うんだけど、監督に呼ばれたんですよ。うん、そして何かなと思ったら、新キャプテンはお前ぞなんて言われて、監督が指名するわけですね。キャプテンは。いや、歴代はそうじゃなかったと思うんですけど、あそうです、ね、僕の時代だけかな、お前がやれって言われて。うん、本当は青野にやらせたかったんだけども、うん、あれはエースだし神経が細いけどってお前がやれって、うん、ただ佐藤チームも引っ張ろうだのなんだのと余計なことは考えんで、うん、100人の部員こう見た時に一番お前のユニフォームが常に真っ黒でいろってただ言われたわけです。おーチームが盛り上がってない時はお前を殴る、憎くて殴るんじゃないからなって言われましたけど、殴られた時に肉汁が出られてるのかなと。そのキャプテンで、あ木下は今こういうふうにまとめるって言いましたけど、僕はまとめようと思ったことは一度もなく、うん、一度もなくって言っちゃあれだけど、暴走キャプテンを演じていましたよ。あ、そう、暴走なんですか。演じていたって、まあ、今言っちゃうけれども、例えばどうしても萩谷大学の選手っていうのはおとなしいので、なんかこうガーッとなれないんですよね。そう、おとなしいっていうのはやっぱり規則が非常に厳しい中で育ってるからということですか。というかですね、うん、そのレギュラー組にはですね、レギュラーのメンバーには甲子園に行ったような人がいないようなチームなんですよね。相手はもう PL だなんとかだなんとか、もうそうそうたるもうメンバーだったり、うん、だからこうシュシュッとこうなっちゃうわけですよ、うん、だから僕は1年生の時にほら1年も送り出せって言われたキャプテンのことがあったので、僕はとにかく朝から365歩のマーチ流したりでとにかくあおかしいじゃないかって言われてもいいから、とにかくもうまた佐藤さんなんか北島三郎流してるよとかで風雪流れたりとか、まあ、演じてたっていうのもちょっとかっこつけすぎですけども、だから他の4年生がまあ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 っていうようなキャプテンでした。いざじゃなくて、わおい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 っていうようなキャプテンだったんですね。 ある意味でもね、木下さん逆に4年生でありながら非常に厳しいそのキャプテンというのじゃなくて、どっか隙があるというか、どっか突っ込みそうな、そんなキャラクターを演じていたということなのかもしれない。そうですね、そういう感じありますね。わざとこう守備でも下手なんですけど、またそれを派手にエラーしてみたりとか、そういうところもありました。あ、それとかね、この前おっしゃってたのはエラーしても平然となんかそうしてないような素振りしたりとかとか、だからそれがそれもだってこんなことやってたらダメじゃないですか、やらしてやべえって思ってますよ、うん、ただグラウンドでこんなことやってちゃダメだから、うん、そういうふうに見えたっていうことはいろいろ大成功ですよ。なるほど、はい、で今また自分の口からおっしゃいましたけど、うん、やっぱりでもその寅さんが好き で、うん、で演歌が好きでっていう、好きですね、もともとのそういうキャラクターもあったんじゃないですか。そうですかね、まあそういうふうに言ってもらうと嬉しいんですけど、うん、ちょっと真面目な話でいいですか。どうぞ。とにかくさっきも言ったように、亜細亜大学っていうのは一級にスタートを切ろうっていうふうに学ぶわけですね、うん、どういうことかっていうと、僕ファースト守ってますね、で
三塁線のファールでも目で追わないでパッとこう一塁をスタート切るという、うん、意味わかりますね。レフト守ってて一塁にファールが飛んでもレフトもスタート切るっていうような、うんうん、一球にスタート切るっていうことを学ぶわけですよ。ボールへの即座の反応ですね。そうです。だから球場からこう上から見るとアジア大学の選手は一球に対してパッと、うん、パッとこう反応するわけですよ、はいはいはい、それも学んだわけですね、うん、ところが4年生のキャプテンになった時に忘れもしない、あれは立教大学だったかな、うん、ピッチャー阿波野、うん、僕ファースト、うん、1、2塁間に打球が飛んだんでパッて取れなくてセカンドが取って阿波野が入るっていうプレーあるじゃないですか、うん、それが3回ぐらいあったんですよ、うん、そしたら当時の総監督にこれ下手くそか、長々するな、阿波野が疲れるじゃないかって言われちゃってあれ4年間のものが全部崩れ落ちちゃったんですよ一気にスタート切れって言ったのはあなたでしょみたいなそう、そこで僕は腐っちゃった、うん、拗ねちゃった、切れちゃったというのがあってね、やっぱり野球の神様っていうのがいて、大事な駒沢との優勝決定戦の一番大事な部分でぐしゃっていった、まあ、ファーストが取れればいいところ、僕は切らねえよなんていつまでも引きずってスタート切らなかった。それでセカンドが取ってなもうセーフですよ。そこでサヨナラ負け食らっちゃったっていうのがあって、本当のやっぱり野球っていうのは神様がいて、どんなに落ち込んでいてもどんなにあれでも明るくはつらつしなきゃダメだっていうのを教えてくれました。野球が腐ったり拗ねたり、うんうん、いつも新鮮な気持ちで、だから長嶋監督が人生そのものだって言って、はいはいはい、さーってやるじゃないですか。そういうことなんだなっていうのは学んだ4年間だったですね。あ、なるほど、ね、だから井端がさ、井端も亜細亜大学なんですけど、そうですね、はい、あの原監督が言ってたらしいですよ。井端はとにかくファーストへのカバーリング行くと、で丸々は行かねえってちゃんと原監督見てるんですよ。でインタビューで、あの井端選手なんで、ちゃんとカバー行くんですか、だって小学校の時からそうやってきたからプロになって1回だけカバー行かないで、その1回が冒頭でってなったら今までやってきたのが無駄になっちゃうっていうんですよ。さすが井端、よく言ったと思いましたね。なるほどね。それがアジア大学なんですよ。それで思い出すのは、このチャンネルで、木俣さんをお呼びした時に、木俣さんが武井宗光さんのことを言ってて、サードゴロかショートゴロかな、内野ゴロで一塁送球、それが悪送球になって、それをファーストベースカバーの高井さんが取ったっていう話をされました。あ、高井さんはそういう人だったっていう話をね。だからそれがやっぱり職人なんでしょうね。ね、そういうことなんですね。それとちょっと今度は可愛らしい話なんですけど、はいはいはい、そういう厳しい監督だったんですけども、うん、俺たちの時だけ成人式に餅つきしてくれたんですよ。四つの大学は成人式となったりするとスーツ作って成人式出たりしますけど、アジア大学なんかないもんね、はいはい、ところがいつものように、まあ、成人式だけども練習じゃないですか。そしたらマネージャーが、テープは大丈夫、テープになってないから、それマネージャーが、おい、9時にバックスクリーンの裏でジャージでいいから集合、ジャージで集合とか、っつってトトトと降りていって、マネージャーに、なんだよって、なんか餅つきやるって言うぞとか言って、えっつって、餅つきだったよね。そうで、バックスクリーンの裏で餅つきが始まって、今日は成人式ぞなんつって、今日は餅つきぞとか言うから、おい、うちもやっと分かったかよ、この青年たちの心がと思って、それで始まったんですけど、で、アーノが耳元で、和弘、ウッチーのことだから昼から練習やるぞとかって言うわけですよ、やんねえだろで、あれやな、もしやる場合疲れちゃやだなと思って、1年やれよって1年やっててこうやってやったんですよそしたら成人のものがつけとか言い出したってよし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 やってやったんですよそして食べるんですけども、阿波野なんかが、和弘、あんま食わねえほうがいいぞ昼から練習だぞとでもよ、う
うっちの顔見てみろよ、笑ってるぜ、なんつってて、うん、笑ってるんですよ、うん、ねえよねえよ今日はねえよなんて食べてたら、よし1時から練習ぞって、分かってねえよなーなんつったら、もううるっちゃってるぞ、もうお餅でそして1時から練習が始まったんですよね、うん、そしてキャッチボールとトルバッティングが終わって、シュワーってなったわけですよ、ダーッと思いながら、キャプテンだから、うん、あと3年生か、うん、シュワーって集まって、よしこれから個人ノックぞ、4年が新人、あの成人の者にあのノックを打ってやれ、うん、鳥300、それで今日の練習は終わりぞとか言って、うわーってなって、鳥300取って真っ黒になったユニフォームで写真を撮ったというのが僕の成人式の、なるほど、その模様は僕のフェイスブックかなんかに載ってました番宣が入った感じですね、はいはいはい、あでもパンチさん、その300っていうのは軽い練習っていう意味なんですよ、それ軽いですよ、もう300で軽いですよ、そんなの、あそうなんですか、よしあれさあ役者役者役者だろ、あそうなんですか、はい、そう、俺たちだけで餅つきやってくれたの、これはなぜでしょうね、なぜなんですかね、思いつきなのか、パンチさんのキャラクターなのか、そうかもわからないですね、いやキャラクターといえばね、うん、それはあるかもしれませんよ、うん、っていうのはね、監督に注文つけに行ったの俺ぐらいだもんな、あそうです多分それ、うん、和弘が監督になんかそんなようなことを言ったんじゃないかなと思うんですよ、というのはね、とにかくね、1球ごとにもうちょっとバット短く持てとか、こうなっとると1球ごとに言うから、うん、あのみんなこうなって打てなくなっちゃうんですよ、うんうんうん、だからある日僕キャプテンだったので、うん、トントン失礼します、佐藤があります、ガラガラガラ失礼しますなんぞ石田監督お願いがあります、なんぞ一球一球、指示を出されると僕は大丈夫です僕は大丈夫ですけど、みんなビビってしまって打てなくなってしまうので、これからはあの打席ではこう大声で指示を出さないようにしますブラーって誰も打てないようにしようとしてるんじゃないんじゃないか、打たせようと思って言ってるじゃないかすいません、こうやって出ていったわけですよ、それから僕に対しては言わなくなりました。でもみんなに、言っちゃうんですね。そうすると、内田監督の目を見て、うん、はいはいって言ってると本当に催眠術にかかったみたいでみんなが面白いなってしたんで、だからみんなに指示出したんです、監督の目を見ちゃダメだここを見ろってここ見ろってここを見るともう見たようになるっていう話があったんですけどね、あちょっと暴走しすぎですね。ダンナイ！おう、佐藤ももう大人ぞ。もうこの話もよかろう。行きたくない会社はどこぞ？言ってる意味がわからないですか。毎月住友銀行飯田橋支店に行くと給料が振り込まれてボーナスが入ってくる、幸せもうだったんですね。大沢親分が僕のテーブル来て、おめえさん面白えな、日ハム取るから、ああ佐藤君か、おめえだなんていうことで、もう決まってますよっていうことで自分の心は一つです最後のストライク、ジンタンですよ知らないか、ジンタンは今は それがさ、変われば変わるもんで、亜細亜大学の監督から拓大の監督に移られたんですよ。そしたらある筋から聞くと、うん、
このゲームどないするんぞどうやってゲームを教わってるらしいんですよ選手に頼むよってやっぱり時代に合わせて星野監督じゃないですか、はいはいはい、あそんな時だったらよかったなと思ったね監督もでもなんかキャプテン可愛かったんじゃないんですかねそんなことないあそれは絶対あったと思いますよ、うん、そうやって言われることがなかったと思うんで、うん、監督もそう怒りながらも、うんまあ、新鮮だったと思いますよあなるほどね、はい、そうかそうあのプロに行かれる時っていうのは木下さん、はい、あの熊谷組を通してなんですけれどもいずれプロに行かれる選手だというふうに思われましたいや僕は全然思わなかったですね、まあ、バッティングは良かったですけど、うん、やっぱりプロっていうのは僕らのイメージではやっぱり例えば、総合的にいい選手3秒揃って、はい、3秒揃ってるとかっていうイメージが僕の中にはあったんで、うん、まあバッティングはもうピカイチだったんですけど、うんまあ、守備と足がねあんまりなかったので、うん、それは木下だけじゃなく、うん、あの聞いてくださってる先輩方をみんな同じこと言うと思います。一方パンチさんじゃなくてあの阿波野さんの方は木下さんから見て、はい、あこれもすぐにプロだという感じでした。お本当に入った時からそう思ってましたね。うん、もういずれはもう大学出る時はプロだろうなっていう。うんうんうん、あもうなんともう違う、うん。ちょっと違いましたね。うん、さっき言ったように手加減して投げてあれですから。はい。それとあの木下さんが前におっしゃってたのかな、はい、あの高校時代その公立であんまり投げてないから要するに疲れてないそうですね。あそれもあるかもしれません筋トレ疲労みたいなのもないということで大学で活躍、はい、そうかもしれないですね。あ僕も実際あの川崎水上局を目指してあのやってたわけですけど、うん、普通の生活がしたいと思って生きてきたんですね。だから当然プロ野球選手なんていうのも頭にないし僕の夢はね川崎水道局だったんですよ。公務員、ええ、川崎水道局っていうのは公務員だし軟式野球も強いんですよ。あ、はいはい、だから僕ら甲子園だ甲子園だっていう練習じゃなくて川崎水道局川崎水道局に来てるんだと思ってなるほど俺は川崎水道局だあのアジア大学4年生の時かな一つ上の古川先輩っていうのが落合さんの後にロッテの4番を打ったんですけど川崎球場に手袋をもらいに行ったんで川崎ですからあの夏休みかなそしたらこうやって見てるとあバッティングは俺通用すると思ったですよ、うん、ただやっぱり守備と足は俺は無理だと思ったのですから、うん、僕の夢は川崎水力だったんですよ、プロっていうのはもうさらさらなかったんですもういけるもんだと思ってなかったですしでそんなある日にまた内田監督に呼ばれて、うんマネージャーが和弘至急監督室まで佐藤至急監督室までって言ってこれなんだよと思って行ったんですよ失礼します佐藤入ります失礼しますおう佐藤ももう大人ぞもうこの話もよかろう行きたくない会社はどこぞ。はい。行きたくない会社はどこぞ。あの言ってる意味わかるんですか。日本全国の社会人からお前欲しいと言っとるよ。行きたくないところどこぞ。いえ、内田監督にお任せします。熊谷組に行け。はい。これで決まりました。ですから僕の夢は。貧乏脱出そのために川崎水上局だったんですけど熊谷組から話が来たので、うん、それで僕の夢はもう終わったんです、うん、叶ったんです、はいはい、毎月住友銀行飯田橋支店に行くと給料が振り込まれてボーナスが入ってくる、うん、幸せもうだったんですね。そのあたりすごい堅実なお考えですね。いや堅実もないももうこの話はもう講演会ネタになっちゃうからあのあれですけども、うん、とにかく僕の夢は叶ったんですよ、うん、ところがテレビつけたらソウルオリンピックで僕より下手くそなやつが日の丸の夢見てやってるわけですよ、うん、あいつより俺上だろうと思ってでもう一踏ん張りしたらジャパンに選ばれたわけですね、うん、ピッチャー野茂塩崎湯船、はいはい、キャッチャー古田、はいはい、ファースト石井もうとにかくあの時のメンバーほとんど南淵、樋口、佐藤真一もうほとんどプロ行ってます、はいはい、でジャパンだよで僕の夢は終わったんです、うん、そしたらトントンと来たということなの でこれも木下もびっくりしてると思うんだけどもアジアを卒業して熊谷組入ってから
いろいろやっぱり考えて練習しました。さっきのアウトセーフはこれぐらいだっていう言ってたなっていう話、はい、だからごまかしたわけじゃないですけども、足が遅く見えないように頑張れました。ああ、なるほど、はい、あの守備も守備が下手に見えないように、例えばシートノックの最後バックホームで終わるじゃないですか、レフトは。そうすると前の方に行っててそしてペーペーって言うと肩がすごく出ないわけですよ。なるほど、そういうテクニックが使えますね。だからなぜプロになれたかっていうと、チャンスに打つからだったんですね。勝負強いな、チャンスですから。それは大学時代もそうです。そうですね、はい、本当そうです。上田監督が強豪になって外れても野茂を取りに行く、外れてもいいんだ、野茂外れたら野茂に代わるあのピッチャーじゃなくて、野茂が取れなかったらもう終わり、左の外野手、高校でも大学でも社会人でもその年のナンバーワンの左の外野手を取れっていうことで僕に来たわけです。そうなんですよね、野茂さん当時8球団でしたっけ、はいはい、ドラフトで強豪になって、はい、でオリックスは残念ながらまあ敗れてというところで、はいはい、ハンチさんが1位指名を受けた。 そうです、ね、その時はどんな気分、もうプロに指名かかるなっていうのはもう熊谷君では分かってたんですか。2年目に6球団から話があって、そうだ都市対抗でもサイクルもやってるんですね。2年目6球団から話があって、下交渉裏交渉じゃないですけども、うん、あったんで来るかなと思ったら来なかったわけですよ、うん、なので3年目は西武除く11球団から話はあったんですけど、はい、去年そういうことでなんか信じられないんでね、うん、指名されてから考えますよみたいな気持ちでプロに入れるとは思ってなかったですよ、うん、ただジャパンでバスの移動の時に、うん、欅村いくらでよとか背番号は何とかみんななんかドラフトの話してるんですよ、うん、じゃあ俺そういう位置に今いるわけなのなんていう気持ちもありました。うーん、それで1位と聞いたんで、これはもう多分ね2位や3位だったら入んなかったと思いますよ。どうしてですか。やっぱり熊谷組でいい給料もらってましたし、安定した生活だって僕はもうこれ以上幸せにならなくていいと思ったらですから、ただ1位はもう神様が怪獣団で行けって言って飛び込みましたけど、はい、自分でももう晴天の霹靂じゃないですけど、びっくりした1位だったんですか、うん、それは。そうですね、実は鈴木さんというね、亜細亜大学武装高校から亜細亜大学、日本石油から日本ハムに行った一つの鈴木先輩というのが日本ハムに入るということで、その人の結婚式の時には大沢親分がいたり、はい、日本石油の関係者がいたりという中で披露宴で僕が歌ったり、まあ、こういう感じでそしたら大沢親分が僕のテーブル来て、おめえさん面白えな、日ハム取るからここにお前住所と電話番号と名前書けないって言って、佐藤和樹、川崎か、あ日本ハムだなって言ってたの日本ハム来るのかななんて思ってたんですけど、あのあと大沢親分になったら、おめえうちは取るつもりでいたぞ、嘘じゃねえからな、ただお前1位じゃねえよなって言ってた。そうなんですよね。オリックスに入りました、はい、ドラフト堂々1位ということで、はい、入ったプロの世界というのはどんな感じでした。まあレギュラーは無理だってキャンプの初日思いましたね。あ、そうですか、というのはやっぱり木下が言ったように、打って守れて走れてがレギュラーだし、足が遅いっていうのはこういうことなんですよ。要は走りますね、よーいどんブーンじゃないんですね。よーいパッ、この最初のパッ、これがもうあパッツーなんですよ。スーじゃなくてパッ、もうそのダッシュの一つで、あ違うってダメだって思いましたね。あと豊造さんも含めてですけど、オリックスの外野陣は12球団1ですから、あの守備見たらもう勝てないと思いましたよ。だからもうバッティングできていくしかないって思いましたね。ただパ・リーグには DH がありますよね。 DH やっぱり外国人ですから、あもう初日でピンチヒッターで生きていくしかもうないって思いましたね。ああ、どっか覚悟を決めたところがあるもん。あ、はい、もうダメだって思いました。あ、はい、その時にそのドラフト1位というプライドみたいなことが邪魔するようなことはなかったですか、うん、ないですね。やっぱり
これが6位でも6位でもなとは思わなかったと思いますし、うん、そこは全く忘れてましたっていうか頭に入れなかったです、うん、ただ引退して今になると1位かってね、うん、1位だもんね外れだけどさありますけど、うん、その時はもう一切この世界でやっぱりもう代打しかないかなって覚悟を決めた時に、はい、一方でその大学時代の経験じゃないですけど、はい、神様が見てるから、はい、じゃあ俺は代打として、はい、もうとにかくとことんやるべきことをやろうというような覚悟っていうのはありました、ね、もちろんです。それと嬉しかったことは僕は初めて見たプロ野球がロッテ日ハム戦だったんですね、うん、その時投げてたピッチャーが村田兆治さん、おだ村田兆治さんと対決できるっていうのは僕の夢だったんですね。夢って夢というかプロに入ってからので開幕戦村田兆治さんですよ、西宮球場。そうかそうか。で上田監督はそのコメントを聞いてくれてたんでしょうね、うん、だからピンチヒッターで僕を出してくれた、うん、でまあ三振するわけなんですけど、うん、そこで開幕戦で投げるピッチャーっていうのはこのレベルだと、僕は村田兆治さんが打てればプロでやっていける、やって打てなければやっていけないんだっていうラインがそこで見えたので、なんとかしなきゃっていうことで2軍落ちましたけど、頑張って、で夏場過ぎブーマーの怪我の関係で1軍上がって村田兆治さんから3打数2安打打てた時に、あ、バッティングは俺やれるっていうのは掴んだっていう、ね、なるほどね、はい、あ、そうですか、はい、それは上田監督とのドラフト1位の時に、はい、名言がありましたね、もうプロ野球ニュースとかいろんなの散々見ました、はい、電話口の、はい、でそれも先ほど言ったように上田監督が、ああ佐藤君か、上田だなんていうことで、うわ俺実はな、飲もうと取りに行ったんだよって言って、とにかく外れてもいいから飲もう取りに行くぞって、で飲もう外れたら飲もうに代わるピッチャーじゃなくて左の外野手ってことで君を選んだんだ、来てくれるね、こうやって調子で来たわけですよ。で僕は亜細亜大学であればですよ、よろしくお願いします、頑張りますって言いましたけど、さらに今熊谷組ですから、かといって冷静に前向きに検討したいと思いますなんて言えるってことないですか決まってますよということで自分の心は一つです言ったのを受けちゃったみたいで、でこの電話ですって渡したのは春ですよ、熊谷組からベイスターズ行って中日の方に あれが電話番でこう来たんですから、あ、そうですか、だから何かあるんですね、あ、なるほど、そうかそうか、なるほどね、だから全てにこう笑わそうと思ったわけじゃなくて意味が、それが面白かったみたいですね、なるほどね、うん、木下さん、はい、今鈴木さんとおっしゃいましたけど、はい、この前のお話 です鈴木さんがバッターボックスの時、木下さんが審判やってて、与田さんがとんでもないボールを投げて、はい、それが、はい、ドッジボール、ドッジボール、はい、ドッジボールぐらいの大きさに見えたって、あの時の鈴木さんの話が、そうです、話が分かりました、はい、与田監督がたまたま一箇所バッティングっていうところで、彼が、2年生の時です、こう一箇所バッティング投げていたんです。私はもう3年生でカスですから主審をやってたんですよ。でその時のバッターが、うん、その4年生でキャプテンやった鈴木さんって言って、後に日本石油行かれて、今のエネオスです、ね、その後に日本ハム行かれて、背番号で活躍された鈴木さんという方が、はい、最後は、ソフトバンク、今の、はい、ダイエーに行かれて、あれなんです。その方がバッターボックス一箇所バッティングっていうので入っとられて、で、与田が投げてきたんです、うん、監督です。で僕は審判やってたんです、うん、その時にある一球だけど真ん中なんですけど、僕が見たボールではこんなドッジボールぐらいのボールが来たんですよ、ど真ん中に。で鈴木さんもバッと立っててうわーってこうやって言ったんですよ。で僕はど真ん中に来たんでストライクって言ったんですよ。でその時に鈴木さんちょっと今のボールこんな見えます、見えたって言うんですよ。キャッチャーのやつに聞くといや普通ですって言うんですけど、僕はもう野球ずっとやってましたけど、あんなボールを見たのは初めて、もう一球、一球だけしかないんです。だからすごいボールがうなるように来たんですよ。あ、いや、ドッジボールなんて言ってますけど、これはうまい表現で、ピッチャーによってはボールが大きく見えるピッチャー、小さく見えるピッチャーであって、与田、野茂、伊良部、川本なんかはでかく見えたもんね。パンチさんもやっぱりそうでしたか。与田なんかでかく見えました。で西矢崎は逆に小さく見えましたね。あ、そうなんだ、はい、ワンストライク目はゴルフボール、
小さく見えるんだな。ツーストライク目はパチンコ玉ぐらい。え、ちっちゃいな。最後のストライク、ジンタンですよ。知らないか、ジンタン。ちょっとそれ公演ネタじゃないんですか、それ。喋っちゃいました、ね、ピカイチチャンネルだからサービスでしたダイナマイト。前のランナーが電信柱3本前走ってたら、そこでアバナお前マラソンやめるのか、うん、人生はマラソンだぜマラソンだぜと思ってたよね。門田さん、うん、石峰さん、うん、ブーマー今日はリリスバルの舞台です。はい、行くよ三宮で。佐藤デクトロンでも何でもルインでもカーンセント前ヒット打った、もうでその薬病神がどっかに行っちゃうんですよ、うんうんうん、そしていい風が吹いてくるっていうことで、うん、今何かにつけていいことを「ダイマイ!」「マイキパンチさん、その、はい、野球はやっぱり明るくなきゃ、そうですね、いうふうにおっしゃってた、はい、それはあのプロに入っての、はい、あのヒーローインタビューでの発言とか、それに通じるものやっぱありますかね。そうですね、まずですね、うん、僕が小さい時プロ野球選手やなんでも分かりやすくインタビューで答えてくれてないわけですね、うん、例えば当時ほらプロ野球ニュースかなんか、はい、さあキャンプ、第一クールですなんつってさ、ピッチャーの丸々選手にインタビューです。そうですね、第一クールではキャッチャー立たしたまま、うん、それで第二クールも第三クールからキャッチャーを座らせて投げ込みたいと思いますって、うん、意味わからないですね、うん、なんでピッチャーはキャッチャー座らせて投げないのとか、うん、またヒーローインタビューです、木下選手今日のサヨナラホームランどうだったでしょうか、あ無心で打ちましたとか、うん、なんであの時ワンフィンガー短く持って打席に立ったんですとかって分かりやすく言ってくんねえのかな、うん、俺がもしかプロ野球選手だったら分かりやすく言うけどななんていうのが頭にはあったんですね、プロ野球選手になる前から。横綱を倒して金星どうですか、うっ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 、じゃなくて、うん、なぜかね回し掴んだ瞬間に軽く感じたんですとか、うん、なんかこう分かりやすく言ってほしかったんですよね。あ、それはごめんなさい、僕らもアナウンサーでね、何度ももうヒーローインタビューってやってきて、僕ら自身の反省でもあるんですけど、うん、打席どんな気持ちで打席に入りました、はいはい、なんか紋切り型の質問ばっかりしているっていう、はい、僕らもやっぱりすごく責任があるような気がしますけどね、それで特に僕の場合は、うん、パンチは喋るから、うん、女子アナお前練習で行ってこいみたいな話をなるほどなるほど、うん、ちょうど我々の頃に女子アナがグラウンドに入っていいっていう時代だった、はい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 、それもあって素人っぽいのが来るんですよ、はい、パンチさんは、アジア大学から、ドラフト1位で熊谷組が抜けてるよとか、ね、そういうなるほど、だからそれが根っこにあったので、うん、ロサモタガだとか、うん、いうことが出たと思うんですけど、うん、このロサモタというのもアジア大学の当時の総監督が、はい、矢野総監督が初めて青野を殴ったんじゃないですかね、4年生の青野、うん、青山学院との試合で、うん、初回青野が3点ポンと取られたんですよ、うん、でアジア裏ゼロですよね、うん、で1点入れられて4点、4対0、5対0で9回の裏にですね、アジアが4点取ってなんだけど負けたんですよ、うん、そういう試合があって終わって神宮のロッカールーム入ってきてキャプテンでカーッと1点だったなと思いながら、そしたら総監督がわーっと来て阿波野なんぞーとって殴り始めたんですよ、うん、4年生の阿波野を殴るの殴られて、僕キャプテンで次俺だなんて思うそしたら
野球はマラソンと同じぞって言うわけですよ、うん、要は国立競技場をドーンつって一周してね、一周して出た時に前のランナーが電信柱3本前走ってたら、そこで「あばなお前マラソンやめるのか？」うん、なんだたかが電信柱3本か、うん、2本にして1本にして折り返し地点では並んで、うん、そういう気持ちがあったら、アジアは初回の3点のお前が抑えたら9回4対3で勝ったんだと、それキャプテンで聞いてましたから、人生はマラソンだぜとマラソンだぜと思ってたらね、だからなんか辛いことがあると、うん、マラソンよって思ってたわけですよ、うん、あれは伊丹空港だったんですかね、ルーキーの時に空港で初めて見る佐藤義則さん、松永さん、うん、門田さん、うん、石峰さん、うん、ブーマー、そうそう、それと一緒に2月1日じゃないか、あの1月31日か、うん、飛行機乗るわけじゃないですか、はいはい、でインタビューの方が今の気持ちはって言ったらさ、あの緊張しますよやっぱり、じゃあつまらないじゃないですか、うん、当時あの日は大阪国際マラソンかなんかが今でもあるね、あの時期は、はいはい、なのであのマラソンで例えると、うん、ちょうど今スタート地点で手首足首を回してる状態じゃないですかね、うん、とかって、そういう全てに意味があるんですよ、笑わそうと思ったんじゃないんですよ、おで分かりやすく伝えたかった、そう、それを聞いた、まあ、アナウンサーたちも、お前もよし来ろ行こう新宿のなんて言うと皆さん出てるとなんて言うわけですよこいつ勉強してねえのに何言ってんだよと思って、だから、ちょうど膝をすりむいたとこですだとか、うん、これねお金の話になっちゃって汚いんですけども、うん、当時は一つのインタビューで1万円もらえたんですよ、はいはいはい、キャンプのたびに5社6社からインタビューって言ったら、そしたらちゃんと喋んなきゃいけないじゃないですか、そういうのもあってサービス精神旺盛だね、いやちゃんともらったものは喋らなきゃいけないからっていうのがあって喋ってたっていうのですね、みんながパンチさんみたいだったら僕らも楽だったでこれもね、下痢するまで飲みたいですなんていうのも あったじゃないですかあれも、うん、実は試合前にセンターに集合っていうことで練習の時にマネージャーさんがペケペケ銀行から50万円の商品券が出てますと、今日勝った場合 MVP にこれを渡しますって言うんですよ、でも僕はもうピンチヒッターだしエンジンの外で俺には関係ない話だぜと思ってたんです、うん、それよりこの間の休みにデートして彼女に服をプレゼントして、それでグリーンスタジアムに応援に来てねっていう日だったから、うん、あもう来ない来ないって思ってたわけですよ、彼女って今の奥さんですけど、ね、あの心斎橋大丸で買ったんですけどそれで、はい、それでベンチでこんな感じだったらもうブーマーが4打数4安打かなんかで、その間に何が来ねえな来ねえな、もう当時ガラガラですから、うん、あ黄色い服で来た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 って思ってたわけですよそしたらブーマーが4打数4安打打つ、ああお金の持ってる人のところにお金って行くんだな、いやいや、まあ、彼女とデートだからさなんて思ってたら大栄戦ですよ、あのあれよあれよという間にあの同点になっちゃって、うん、あららっつったら、うん、オリックス満塁ですよ、うん、ピンチヒッターパンチってなっちゃって、うん、そしたら50万円の商品券のことや、うん、彼女が見てるのかぶっ飛びますよね、うん、おー満塁で打たなきゃいけないとそしてなんとかっつってぐしゃーっていう一塁線の詰まってましたから走者一掃のツーベースを打ったんです、おうおうよっしゃーってピンチヒッター、ああのピンチランナーって変わってベンチに帰って、うん、でバスタオルでよっしゃーよし、あら50万円俺か彼女も見に来てるそういえばっていうふうに冷静になったわけです、うん、そこでヒーローインタビューで、うん、あのこちら一塁が放送席ってなったわけですよ、はい、そしたら彼女が金網越しにこうやって見て彼女に向かって行ったんですよ今日はギリスバル飲みたいです、あいくよ三宮で、今日はギリスバル飲みたいです、あいくよ三宮でっていう意味で言ったんですよ、あなるほど、だから笑わそうと思ったんじゃないですか、ロサモタは何ですか、ロサモタは当時あの大阪
国際マラソンかなんかでロサマタが一番のピークの時だったんですよ、うん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 、今で言うと誰になるのかな、今はちょっと知らないけど、一つ、昔前キューちゃん、うん、はいはい、だから今だったらキューちゃんがちょうどサングラスを投げた地点ですねなんて言ったと思うんですけどちょうどロサマタがピークの時だったんですね。なるほど、だからロサマタに例えたんですね。今なら誰になるのか分からないですけどね。でなんかあの一塁出た時に、はい、でなんかあの一塁出た時に、はい、お茶井選手から、はい、あのロサマタは今どこにいるの？そうなんですよ。お茶井さんもあの秋田の方ですから少しなまってますし、でこっちは1年目のオープン戦のドラゴンズですよ、うん、でお茶井さんがそこにいるだけでもビビってるのに特にこんなことをやって、うん、モタはどこだ、モタはモタモタってなんだろう、モタはどこだ、モタモタはどこだ、どう走ってんだとか言ってから何言ってか分かんなかったんですよ。はいっつったら、ロサモタはどこ走ってるんだ今とか言うからあそう言われたことありますね。それは答えられなかったんですか？あ、答えられなかったですね。落合さんですか？分かりませんみたいな感じだったと思いますね。いいですね。でも本当にやっぱり落合さんがバッターボックス立つと、うん、コーチがもう2バッター声出さなくていいからあの落ちのバッティングよく見とけっていうふうに言われたもんですし、カズ山本さんが打席立つと左バッターよく見とけとかって言われたもんでしたね。うん、なるほどね。まあ、いずれにしてもあのパンチさん の, そのサービス精神というのね、木下さん素晴らしいですね。そうですね、うん、もうこういう選手がね、そういうお立ち台で今ちょっとだいぶ変わってきてますけど、うん、そういうふうにやってほしいですよね、うん、見てる方も楽しんで、だからなどうなん最高ですねえ、だからもっとさ、あの時はあのカーブを狙ってたんで、あの半歩じゃないですね、このくらいですよ、うん、ちょっとキャッチャーに分からないように下がってね、うん、待ってたんですとか言うともう痺れるじゃないですか。 あの時ね、あの一球見て2フィンガー短く持ってたのいっぱいに持ってカーブを狙ったんですけどね、いやなんかいいじゃないですか。なるほどなるほど、そういう言ってほしいなと思いますね。なるほどね。でプロで、まあ、そういうことで1年目、はい、素晴らしい成績でも残してらっしゃるんですよね。本当にパンチといえば小木監督と思われている方が多いと思うんですけど、うん、僕は上田監督とやった1年が一番充実した1年でしたね、うん、とにかく1時間14分でしたっけ、日本シリーズでの猛抗議、はいはい、まさしくあのままの人だって思った熱い人でしたし、うん、ですから厳しい練習でした。ジャイアンツのオープン戦、タイガースのオープン戦なんか見るとなんだこれっていう、だからもうベンチでも背中つけずにお前たちに負けられるかみたいな、こういう感じの1年間だったですからね、うん、でダイナマイダイナマイって言ってみんな笑うんですけど、これは実は上田監督からいただいた言葉なんですよ。あのいいプレーが出るとダメって言うんですね。例えばですよ、あの西宮球場でダメ誰だおいってへえってルーキーでわからないじゃないですか、うん、またダメって言うから隣の先輩にあれ上田監督が騒いでるんですかって言ったら、そうだよ、機嫌がいいとダイナマイトって言うんだよなんて言うんですよ。あのダイナマイトっていうその言葉で何度チームが奮い立ったかっていう、具体的な話言いますと、YouTube で上田俊治監督選手を門田サヨナラホームランって出るとその模様が映ってるんですけど、あの前世紀のセーブライオンズ相手に4点差を9回裏でひっくり返したんですよ。ピッチャー角大元、伊藤さん、清原、辻、石毛さん、田辺、デストラーデ、秋山さん、9回裏4点負けて9回表チェンジになって帰ってくるじゃないですか、9回裏ですね、まあ、口には出さないけど4点だもんな、負けたなって思うじゃないですか、うん、そしたら最初のバッター熊野さんがなんかアウトになって、アウト2つだなったら、バッター中島、今のオリックスのしゃべーホームランでねーと言うんですよ。今までの野球の歴史の中でホームラン狙えって言った人いねえと思ってそしたら中島が場外ホームラン打ったんですよ。おーダメだー、3点差ですね、みんなもういけるんじゃねえ、ダイナマイト出たぞって
そしたら、小川がフォアボール、元西さんがヒット、一塁三塁、松永さんがフォアボールで満塁になったわけですよ。ワンアウト満塁。僕ですよ。スバー、デッドボールでも何でも、塁に出ろ、カーン、セント前ヒット打った。ダーバー、もうガラガラの西宮球場、一塁ベースまだあれが聞こえてますよ。加藤、頼むぜ加藤、ガボーン、サヨナラホームラン。ダーバー。で、東日本大震災から10年ですね。やっぱり10年前っていうのは我々の仕事も激減しちゃって、僕がなんかお薬やっちゃったとか、あのゲス不倫したとか、そんなことで仕事が減ったんだったらこれはしょうがないですけど、そんな時に落ち込んでられないじゃないですか。そこで自分を奮い立たせるために、だらないだらないって上田監督からもらって叫んでたんですよ。するとやっぱり変な悪魔が、こいつ落ち込んでねえなパンチって、その薬病神がどっかに行っちゃうんですよ。そしていい風が吹いてくるっていうことで、今何かにつけていいことも出ない、嫌なことは出ないって言いながらね、自分を奮い立たせてるって。だから上田監督には感謝してる。なるほど、ね、もう最高の1年でしたね。だから阪急ブレーブスの一員としてやってるような気持ちでした。ユニフォームは青でしたけど。ああ、なるほど、もうすでにオリックスではあるったけども、はい、上田監督はすごかったですよ。もう地方球場行くと、バスの運転手も道迷うわけですよ。ちょっと迷えば迷うほど道が狭くなってくるじゃないですか、はいはいはい、そういう法則があるじゃないですか。そしたらあのもうビッピッピーとバックしようとしたら、バックアカン、バックアカン、ホステルなんでもない前に、もうすごかったですよ。はい、そういう人でしたからね。ダイナマイト。ピンクレディー5年、キャンディーズ3年ですか。マッハ文明さんが1年ですかね。左の外野手が入ってきた鈴木一郎、名電だろ、あれピッチャーだろ。細い、あーまだ子供の体だ、あと8年ぐらいは。お尻も小さい。一郎のすごいところは天才が努力したところですよ。鈴木に一郎ってやるとあれ風当たり強くなるぞ、パンチがいた、なるとね、僕は風よけになったようなもんですよね。パンチはな、一郎やるって言ったら、俺もやるって言ってるぞなんてね、小池都知事みたいなことやってたんですよ。なんかでもすごいこうカリスマ性みたいなの感じますね。そうですね、だから本当にあのダイナイっていう言葉で何度試合をひっくり返したかという。究極が上田監督選手を勝ったサヨナラホームラン。でもパンチさん、その自分のね、はい、そのタイムリー打ったとか、はい、そういう状況ってしっかり鮮明に覚えてらっしゃいますね。覚えてますよ、はい、ね、それだけやっぱり印象深かったんだということですね。そうですね、はい。で、数字見ると2年目からはあの数字がこうだんだん下がってくるっていう感じが、そう、それがアジア大学4年生の時のあのスネッピーパンチのスネッチャーだったところがいけなかったんですね。監督が1年目ブーマーの怪我もあり、あの一塁を守ることができて、外野は無理でもブーマーの控えじゃないですけど、あのファーストっていうのがなんか見えてきた時だったんですね。試合が大差で負けてたらブーマーに代わって僕、試合で大差で勝ってたらブーマー休めるために僕、たまにピンチヒッターみたいな、なんかこうやれそうだぞっていう時に監督が代わって、そこでちょっと拗ねちゃった部分が治ってなかったんですね。今も56ですけど治ってないんですけど、それで自分で自分の首絞めちゃったみたいなところがありますね、はい。だから僕びっくりしたのは、はい、パンチ佐藤ね、木下さん、はい、もう誰もが知ってるプロ野球選手じゃないですか、はい、そうですね。ただ
わずか5年だったんですよね、はい、そうです。それは改めてこうびっくりするんですけども、ありがとうございます、でも、山口百恵さん7年、ピンクレディー5年、キャンディーズ3年ですか。マッハ文明さんは1年ですか、ね、まあ濃い5年でしたね。っていうのは18歳からプロ入って5年じゃないですから、うん、アジア大学、熊谷組、オールジャパン、プロって一つずつの階段を登ってこれたので、だから今思うと優勝の経験なんてないですけども、それぞれの野球をやってこれたいい人生だったなって思いますよ。18歳で甲子園のスーパースターがプロ入って、1億円2億円高級車乗ってアナウンサーと結婚って言ってもジジイになった時に大学野球ってどうだったんだろうね、社会人野球ってどうだったんだろうっていう思い出がないんですから、そこで今職業は違いますけども、お互い職業も年収もどういうのも違いますよ。ただお互い胸を張って生きてるからこう会えるわけじゃないですか。会えない先輩もいますよ。だからやっぱり大学4年間野球生活っていうのは今感謝してますけど、だから5年はちょうどよかったですよ。オリックス時代、はい、ちょうどイチロー選手もいますので、はいはい、そのイチロー選手のお話もぜひしてもらいたいと思いますが、はいはい、豊蔵さんが、はい、前おっしゃってたのは二軍の、はい、選手からまさしく僕もあれ見てましたけど、その通りでした。すごいやつが来たぞっていう、そんな感じでしたか。そうですね、僕の場合はキャンプで、一軍二軍が合同練習、あるトラック競技場での雨降ってましたから、そこで初めてイチロー見たんですよ。豊蔵さん言うように左の外野手が入ってきた鈴木一郎、名電だろ、ピッチャーだろ、いや外野手らしいですよ、右投げ左打ちでしょ、嫌ですねなんか気持ちがでパッとはその見たら細い、あーまだ子供の体だ、あと8年ぐらいはお尻も小さいなんて思ってたわけですよ、うん、ところが雨が止んで、お走れるぞっつってトラックを走ってる姿、うん、もう分かるじゃない野球やってたら、うん、違うな、でキャッチボール今のうちやっとけ、クン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 、でもこっちは大学社会人オールジャパンプロ。イチローのすごいところは天才が努力したところですよ。ウサギとカメで言えば、僕はカメでウサギが昼寝してる中僕はプロ野球選手になったんですけど、イチローは昼寝しないウサギだから、これは抜かれますよね。名言ですね。そうですね、うん、昼寝しないウサギしないんだもん、うん、そしてまたお父さんの教育もあるんでしょうけど、うん、派手な高級な時計だったり、うん、派手なスーツだったり、うん、派手なバッグだったり、うん、持たなかったですね、うん、名古屋球場でも焼きそばですよね、はい、ああどうですか、うん、ただバットにはこだわってましたね。あ、なるほど、はい、18歳のくせに水野の遊び行って、ああでもないこうでもないって。なるほど、僕忘れもしない、94年かその年のオープン戦、オープン戦、僕テレビの実況やったんですよ、はい、その時に過去2年、まあ、そんなに試合は出てなかったイチロー選手ですけど、この鈴木一郎選手すごい評判のいい選手で、うんうん、今シーズン楽しみですよって僕言った覚えがある、はい、それ多分新聞かなんかの記事を読んだのをそのまま言ったんだと思うんですけど、はいはいはい、でその時にピッチャー投げてたのが中日ドラゴンズ鳴り物入りでドラフト1位で入った平田選手の、はいはい、豊田大谷高校のピッチャーだったんです、うん、ここの選手から満塁ホームランをオープン戦で打ったんです、それすっごく覚えてるんですけど、そしたらその年に200本超えるヒットを打ったというイチロー選手だったんですけど、もうあれは誰もがそうなるだろうと思う選手でした。ただ早かった、そこまでがっていうのは努力してましたから。はいはいはい、はい、パンチさんは自分はもうバッティングでしか生きていけないと、うん、おっしゃいましたけれども、彼の場合はまさに3拍子揃ったという、揃ってましたし、練習量ですよ、夜中の2時3時までバット振ったりマシーンでやってましたから。だから彼の場合は18歳ですから、うん、3年後5年後に向けて練習してるわけですよ、うん、僕の場合は
さっき言ったように高校大学社会人オールジャパンプロですから、うん、明日打たなきゃいけないんですよ。二軍戦で明日打たなきゃダメなんですよ、うん、でもイチローの場合は明日打たなくてもいいんですよ。2年後3年後のための練習だから。だから僕はイチローがカーンカーン打ってマシーンがガチャンガチャンっていう音聞きながら寝てましたね。明日打たなきゃいけないから。あ、なるほど、すごかったですよ。でも守備でいうと田口の方がうまいと思いますけどね。ああそうですか、はい、だからレーザービームっていうのもアウトになるの嫌だったら走らないですから。あ、はいはいはい、だから田口が取ったら走らないですから。あ、なるほど、でもやっぱりオリックスの外野っていうのはもう歴代うーん、そういう教えがあってうまいですからね。そしてパンチさん、その最後の年に大木監督だったんですか。そうです、そうです、ね、で鈴木一郎選手は一郎、はい、で、佐藤選手はパンチと、はい、いうふうに、うん、それもいや、 やっぱり嬉しいな、こういうところで取り上げてくれて。もう歴史の教科書じゃないですけど、うん、どん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 削ぎ落とされていって、うん、パンチ一郎で売り出したっていうのから当時の監督が一郎と命名したって僕の方が聞いちゃってるんですよ。でもこうやってピカイチチャンネルで取り上げてもらうと、はいはい、うん、そこが言えるから嬉しいですね、はい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 、当時は大木監督がもう一郎を見て絶対出てくる、うん、で新井コーチが大木監督、鈴木ってあれちょっと地味ですね、うん、一郎ってしませんか。あら、いいじゃないか、うん、ただな、実績のない鈴木に一郎ってやるとあれ風当たり強くなるぞ。パンチがいた。僕は風よけになったようなもんですね。で、大井監督の素晴らしいところは、パンチ、後ろのネームパンチにしないかって来たわけですよ。一郎パンチで売り出そうと思うんだって。やめてくださいよ、漫画になっちゃうじゃないですかって。で、一郎はいいんじゃないですか、監督。一郎は絶対出てきますから。僕はもう、パンチってしなくてもパンチって呼ばれてるし、うん、一郎やった方がいいですよ、一郎来ますから。そこで俺がそうやってやろうって言ってんだから乗ってくれよとかって言わないのが大井監督なんですよ。そうか、うーん、つって終わって 2,3 日後オープン戦ですよ。パンチって言うから、はいっつってバット持って行ってピシー、次ですか、そこ座れ、はい、あ、アウトになってますよ、僕じゃないですか。パンチ、例の話どうかな。どうちょっと待ってよと思って、そこで小池都知事じゃないですけど、一郎に聞いたらパンチさんがやると言ったらやりますよって言うんだよと言うから、じゃあやりますかって、一郎には言ってたらしいですよ、パンチはな、一郎がやるって言ったら、俺もやるって言ってるぞなんて、ね、小池都知事みたいな感じで、それでこう売り出したわけなんですけど、はいはいはい、やっぱりそれも奥義マジックでパンチ一郎でドーンと売り出した。一郎のことなんて分かりませんよ、パンチ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 。3月4月5月6月言いたいって絵に描いたような。あ、はい、でも最後の年っていうのも数字決してパンチさん悪くなかったんですけど、そうなんですよね、うん、パンチ再生ということでね、久しぶりの開幕1軍で打ってたんですけども、うん、なんか夏場ピッチャーの数を増やしたいということで2軍、うん、ん、これじゃあなんか納得いかないなってことで、もうちょうど30になる年だったから白黒はっきりつけたくて、うん、大井監督に電話してお話がしたいです、うん、新神戸オリエンタルホテルのラウンジに行きました。ほうほう、そしたらあそこも監督頭いいんですね。こっちも鼻にきらりくこうなってるわけですよ。パンチ何飲む？生ビールお願いします。じゃあ生ビールと僕は甘いカクテルなんて言ってるんですよ。と思って、なんだよ、拍子抜けちゃうななんて思ってた時に、大木監督、はっきりもう言ってくださいと。努力が足りないって言うなら、僕は努力してるつもりだけど、もっと努力します。またパンチ、お前はもうセンスない、やめろって言うなら僕はもうやめます、大木監督の言葉で言ってくださいって言ったら、パンチ引退しようと言うわけですよ、うん、お前のバッティングは勝ってる、俺が監督のやってるうちは左のピンチヒッターとしてずっと置いていきたいんだよと。ただ調べたらお前
1000万しかもらってねえじゃねえか、 4,5 千万もらってると思ったぞと。中国の奥さんと結婚して子供もできて、男は稼がなきゃいけないな。家を調べたらお父さんはサラリーマン、山持ってる土地持ってるっていう家だったらピンチヒッターの一番手で置いとくけど、野球じゃ稼げない、芸能界へ行け。いろいろ調べたらお前は芸能界でやっていく素質がある、引退しろ。え、監督、ああそうですか、素質があるんですか、素質があるんだったらいいじゃないですか、いつ引退しても素質があるんだからって言ったら、うん、ああパンチ若いな、パンチ若いな、引退というのは1年早くてもいけない、1年遅くてもいけないんだ、今だと今だとこれも講演会ネタでしたね。って言うとちゃんとヨダは立ち止まっておはようございますって、ヨダはいいな、ヨダはいいなって言ってましたよ、野球の神様はヨダはどういうやつなんだって見られてたんでしょうね。なるほど、だから今今がある、監督になる。一年の時はなんだ桜なんかみたいな感じですけど、先生からもう、ああこれは桜が丘のあの青のって言われたらこういうことかって思いましたね。すいません、はい、勝負強いんですね。勝負強いです。それがあのドラフトのくじにつながると思います。僕はもうカードとかアイドルはもう強いと思います。その時に養ったこの手の感覚が、あの2年連続の木下さんで鍛えられた引きの強さね。引きの強さ。だからピッチャーって大変なんだなって思ったのがですね、アジアのお弁当っておにぎり3つとね、補定の焼き鳥だな。新聞紙にでっかいおにぎりが3つあって、それが今 の, あのプロでいうその球場でのケータリングみたいなことですか。ケータリングっていうか昼飯です。昼飯だからアジアの量は遠いんで、うん、バスで行ってそこでこうロッカーとかで食べるんですけど、うん、あの阿波野はやっぱりおにぎり食べれなかったですよ。あのおにぎりは割って中のたらこについたご飯粒ぐらいしかこう食べれなかったですよ。なんでですかそれは。あやっぱりあの責任感っていうか勝たなきゃいけない。あキャプテンなら思いっきり食ってましたけど、阿波野バーって新聞あのこうに開いたら、うん、あの西本さよならホームラン打たれるとか言って、ああダメだ今日みたいな、やっぱその新聞のあれで、小林茂る完封なんてのがやるとよーしなってるなって言っちゃって、大変なんだなって。あこっちはもう何も関係ないですよね。あバッティングの良かったパンチさん、はいはい、阿波野投手の球打てましたか。あの大学時代はなんとかなれば、ああ1年の時はなりましたけど2年からはならないですよ。あそうです。1年の時はなんだ桜なんかみたいな感じですけど、先生からはもう、じゃあ2年生から急成長って感じですか。です、ね、ああこれは桜が丘の阿波野って言われたらこういうことかって思いましたね。それといろんなところでそのあのなんか頭の良さみたいなこともおっしゃってましたけど、はいね、そのクレバーなピッチングみたいなのも感じますか。ええ、かあの例えばこれはピッチャー誰か誰もか全員だと思いますけど、阿波野よ、あの先週 の, あの東洋大学戦でよ、丸々に投げたよ、あの9あの7回裏のツーアウトからの2球目って何とか言ったら、あれはね、その前にカーブ投げてで、あれスクリューかなとか、でも覚えてますもんね全部。それと阿波野もバッティング良かったな。良かったです。あそれは木下さんもおっしゃってました、うんうん、やっぱり頭はいいですから、あのパーンってやったりとか、それね、うん、だからセリーグだったら良かったなっていうのはありますね。なんかね、ただセリーグだったら当てられてたんですね。ああそれぐらい良かった。あのね、あのああ、はい、ああそうですか。当てられたでしょうね。うん、それぐらい良かったということですね。うん、ですから阿波野は いろんなスカウトやったり解説やったりしてもちゃんと見に行きますし、阿波野はちゃんと見て、だから
コーチの話も話来るんですよ。なるほどね。社会人野球のコーチなんかでもちゃんとやるし、うん、ちゃんとスイカで、こちらスイカって言わないの？スイカって言わんな。なマナカ。マナカ。はいはい。マナカで移動するし、うん、堅実ですよ。アジア大学は。なるほど、ね。与田もそう。うん、楽天の、コーチかな、はいはいはい、の時もやっぱり電車で。実は楽天が。なんかこうオープン戦に来た時に埼玉のあるホテルに泊まってた常宿してたらしいんですよ。お世話になってる社長はあのそこの清掃の会社の係なので、最後に池山とあの与田がこう来るらしいんですね、うん、で「おはようございます」って言うとちゃんと与田は立ち止まって「おはようございます」って「与田はいいな与田はいいな」って言ってましたよ。あ、あラフレ埼玉だ。やっぱり自分が褒められるようにしね、はいはいはい、なるほどね、はいはいはい、1年下でしたよね、はい、であの実は大学時代あの血行障害なんかもあって、はい、あんまり活躍はできなかったみたいな与田さんだったんですけど、活躍もできなかったし、うん、あのカモでしたね。カモ、もうあの練習で与田が投げるともう嬉しい感じでしたよ。もうあパンチさん大したことないピッチャーって。あ、そうですけど、与田が素晴らしかったのは、うん、NTT 東京に入った、はい、2年目、うん、ドラゴンズに行った1年目、うん、だけだけ、いや断定されましたけど、うん、だからそれもあのこれ与田怒らないでね、これも神様見てたっていうことなんでしょうけど、うん、やっぱり大学時代、そうやって苦労して頑張ってきたし、うん、そこで花開いたわけじゃないですか、うん、でプロ入れたわけじゃないですか、そこからまた怪我じゃないですか、うん、その怪我した時ほど神様は見てるんですよ、野球の神様は。そこでどういう動きをするか。そうなんですよ。あ、それはチームメートも見てるし監督コーチも見てるし、うん、野球の神様は与田はどういうやつなんだって見られてたんでしょうね。なるほど。だから今今があると監督になる、あと思いますね。なるほどね。ピッチャーとしてはその2年間だけだよな、悪いですけど、その2年間は手はつけられませんでしたね、はい、いやそのじゃあ、大学時代のキャラクターとしてはどんな感じだったんですか、はい、今1年下あんまり交流はないわけです。まあテレビの見たままだね。そうです、はい、あのままですね。あのままっていうのはすごいなんていうのかな、僕なんか言わせるとすごい温厚な。そうですね、温厚というか、うん、喜怒哀楽はあんまり出さないし、うん、あの言葉のトーンもあの竹野内豊みたいな声でボソ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 っていう感じですね。僕すごいと思ったのはあのそれこそ中日の監督1年目、はい、1年目でいろいろ選手の失敗とかいろいろミスとかもあったとしても、うん、全然もう表情にも出ないし、うん、怒るような素振りもないし、はいはい、あの大前自弱とされている、はい、なんかもうベテランの監督のように見えて、はい、あこの監督さんすごいなっていうふうに思ったんですけど、うん、彼はあの酒もタバコもやらないし、うん、監督っていうのはストレスがねすごい溜まると思うんですけど、ね、そこはだけは心配してましたね。あ、これは青野の存在も大きいんじゃないですかね。あ、なんかそこに青野さんがいるってことがね、はい、あ、なるほどね。っていうのはあのさっきリーグ戦ではあのレギュラーは少し練習が楽になるって言いましたけど、さらにピッチャーは楽になるんですね。そうです、あのもう 1,2 時間でも上がっていいっていうことなんで、うん、ピッチャーをまとめてたっていうか、なんか与田とも麻雀もしてたっていう話だよね、うん、だからそう息はガチラってんじゃないですかね、うん、はい、あとあの木下さんがおっしゃってたので面白かったのは、うん、花札というか、うん、カードゲームをやった時に、うん、あの非常に勝負強かったと。青野ですか。あ、与田さん。あ、俺与田ってやったことないです。あ、そうですか。僕は同級生の北沢というやつとしかやらなかったです。あ、はい、いやでだからあの3分の1とか4分の1の確率のドラフトでも見事に。ああ、そう、そういうのあるんだろうな、うん、大学の時は本当にまあ人はあの優しいです、温厚です、うん、ただあのみんなからやっぱり一目置かれるのはあのやっぱり肩幅の広さそれとあのバカでかいって、はい、
でも彼はあんまりお酒も飲めないですし、そういうあのどういうんですかね、あのお酒を飲んでどうこうとか、そういうことはなかったです。ただ本当に部屋にいて、僕らの頃ではちょっとこう花札あの花札をこうやることがカードゲームで遊ぶという、はいはい、めちゃくちゃ強いんですよ彼は。手もでかいですし、持ってる手もこう普通だとこうなかなか見えないんですけど、その時に彼は手もでかいですし、バーンと手でこう花札バーンと出すと、もうおーっと圧倒するぐらい、それでもなんかもう常に何回やっても勝てないぐらい。すいません、はい、勝負強いんですね。勝負強いです。それがあのドラフトのくじにつながると思います。僕はもうカードとかああいうのがもう強いと思います。その時に養ったこの手の感覚が、あの2年連続木下さんで鍛えられた引きの強さね。強さ、はい、もう大学時代からそうですね、はい、これはいい話聞きましたね。そうです、あるんだな。あね、本当に花札ぐらいしかなかったもんね。あの4年間やってた花札まだあるんですよ。あの坊主の銃だけさ縦に折れちゃってるんだよ。そういうこと、いやいや潰しちゃった、あれがね今でも思い出でね。あの今度 LINE で送るね。いやいや潰しちゃったあれがね今でも思い出でね。まあ阿波野コーチにしろ、それから与田監督にしろ、はい、あのどんな風にご覧になってます？与田には神経使うだろうから、うん、どっかでリフレッシュしろよっていうふうに思うし、うん、あのもうそれ助けてやってくれよっていう思いますね、うん、なるほどね、はい、木下さんはどんなふうにご覧になってます？そうですね、やっぱりもうストレスは本当にね、いろいろ新聞とか見ていろいろ毎日毎日いいことも悪いことも書かれてるんで、はいはい、そういうところで気苦労が大変だろうなと思うんですけど、うん、ただまあああいう年になってもね、やっぱりプロ野球の監督っていうのは12人しかいませんから、そうですね、そのうちの一人でやれてるっていうのは、うん、すごいいいこと、ね、幸せなことですね、幸せなことだろうなと思うんで、ただそういうところでのストレスあると思いますけど、やっぱりね、やりがいのある仕事でね、頑張ってもらってるっていうのはね、なんか応援したくなりますよね。なるほどね、はい、阿波野コーチとしてもそのいいその、相談役というか、はい、相棒になってっていう感じですかね。そうですね、はい、阿波野はこうあの出しゃばってこんなことするやつじゃないですから、うん、まあこういうことを言っていいのか分かりませんけど、やっぱりプロ野球になると例えばピッチングコーチの阿波野マウンドに行ったりすると、俺はよお前に投げさせたいんだけど、与田がよ帰ろってんだよだとか、そういう人も結構いるんですよ。あ、うん、またバッティングコーチなんかにしても、俺はお前を推薦したんだけどよ、なんだよって、うん、そこから亀裂が入ったりしますけど、はいはい、アワノは常にやっぱりあのよだっていうのを後ろで抑えるような男ですから、その辺はがっちりですよ。なるほど、ね、そういうのはやっぱりね、選手が見えちゃうとね、もうバラバラになっちゃうんですね。あ、そうですね、そうですね。で、僕的に言うとやっぱりチーム、ファン、球団がバシッと正三角形になっているチームが強いと思うんですよ、うんうんうん、そういう意味で言うとドラゴンズのスタッフっていうか、やっぱりはしっかりしてると僕は思います。なるほどね、はい、それとアジアの素晴らしさを言うのであれば、うん、僕はそのちょろちょろするまで過ぎちゃったけれども、うん、阿波野は近鉄、ジャイアンツ、ベイスターズから指名来たんですよ。あ、誰もが確率3分の2、まあジャイアンツは無理でも横浜だろう、うん、横浜無理でもジャイアンツ、近鉄だ、最後の日だもんな、この近鉄に指名されてしまいましたけど、うん、ちゃんとこの近鉄で頑張ったから神様がジャイアンツにも生かしてくれた。あ、そして最後は横浜にも生かしてくれた。この3チームで日本シリーズで投げてるんですよ。これはやっぱり阿波野の、阿波野キャプテンやった方が良かったんじゃないかな。いや本当にダンナパンチ、いよいよ明日から最後だなとか言うわけですよ。どっから決めんじゃねえよなと思ったんですけど、で三塁打打って滑り込んだら普通ほら大木監督やれるんだよって思う。ずーっともう一人のパンチがこう僕のこと見て笑ってて、決まったな、かっこよかったぞ、
屋敷高尻さんの事務所の社長から電話かけて、喫茶店で会いたい、来年からうちで頑張ろう、え小木監督から頼まれてるんだと言って、野田は思った通りに采配を振るって青野が助けてくれると思うから、もうピッチャーゴロでも目をつり上げてね、走っていってほしいですよ、一塁に。そうですね、どうだい与田監督、メンタルトレーナーって野球じゃ稼げない、芸能界へ行け、いろいろ調べたらお前は芸能界でやっていく素質がある、引退しろ。え監督、ああそうですか、素質があるんですか、素質があるんだったらいいじゃないですか、いつ引退しても素質があるんだからって言ったら、パンチ若いな、パンチ若いな、引退というのは1年早くてもいけない、1年遅くてもいけないんだ、今だと今だとまあオリックスじゃあれだろうけど、もうどっかでとは思ってたんですね、そしたら最終戦2試合残して急に1軍に上げるわけですよ、なんだよと思って、試合が終わって明日残り1試合、試合終わって監督が僕のところに来て、パンチ、いよいよ明日から最後だなとか言うわけですよ、どんどんこれ決めんじゃねえよなと思ったんですけどなんかスーッと僕の口から4打席入れませんので1打席くださいって言いましたら、分かったっつって帰っていったんですよ。で最終戦グリーンスタジアム神戸、ここかな、ここかな、3回ぐらいあったんですけど、結局勝ってたんで8回の裏2アウトからのピンチヒットだったんです。今シーズン本当に最後の最後のバッター、そこで僕は来年使おうと思ってたちょっとイメージの違ったバットをサランラップみたいなビリッとデスプレイでこれ来年使おうと思ったんだけどな、まあオリックスじゃ使わねえけど、まあ、セ・リーグでピンチいったっていう可能性もあるし、これいい出来具合だぜと思いながら、そこで三塁で打ったんですよ。で三塁で打って滑り込んだら普通ほら大木監督やれるんだって思うタイプじゃないですか、それが滑り込んで立った瞬間に幽体離脱じゃないですけど、スーッともう一人のパンチがこう僕のこと見て笑ってて、決まったな、かっこよかったぞ、野球人生決まったじゃないかって言うんですよ。それで僕力がスーッと抜けちゃって、次の球初球田口がレフト前ヒット打った、三塁で見てますね、レフト前ホームに行くと走る背番号6番の田口が見える、ホームに行く僕がいる、田口来年からはお前の時代だぜなんていう自分がいるんですよ。ここほんでこうやってやってる時に大木監督がサングラス越しからこうなんかうるうるしてるんですよ。そこでなんか引退だなって素直にスーッとこう、でしかも僕みたいなのに同席してくれて、代表と監督と記者会見で、いや今年もパンチの声で勝てた試合が 5,6 試合ぐらいあったなんていうことを言ってくれたりして、もっとびっくりしたことが翌日、もっとびっくりしたことが翌日、トゥルルルル、屋敷高尻さんの事務所の社長から電話かけてきて、喫茶店で会いたい、はあ、来年からうちで頑張ろう、え小木監督から頼まれてるんだとか言って、はあ、屋敷高尻さんの事務所から、いや僕はもう芸能界へ入るあれはなくて川崎の実家に帰ります、あそうか、なんだ大阪でやると思った、大阪はな吉本もな松竹もあるけどうちも負けてないから、大木監督に頼まれてるから一緒にやろうと思ったけど、もうしょうがないな帰るなら、そこまでレールを引いてくれたんですよ、そういう人でしたね。あそうですか、そのうるっていうのはその監督がやっぱり涙を流してらっしゃったんですか、サングラス越しからグーグーってそれ見て僕もうーって入ってて、はい、ドラマチックな最後だったんですね。そうですね、だから5年しかない短いと言われるかもしれませんけど、どんな素晴らしいバッターでも最後三振で終わったり、キャッチャーフライで終わったりする中、三塁打で終われたっていうのは、
最高ですね。しかもなんかどうだって監督に言うんではなくて、うん、あのそこでふっとスリーベースでかっこいいなっていう俯瞰で見ている自分がいたっていう、うん、その不思議な話ですね。決まったじゃないか、かっこよかったぞって、うん、だそういう意味ではどっかに、まあ、短いあの5年間ではあったんですけれども、はい、その自分のプロ野球人生に対するどっかこう、うん、あの満足感みたいなっていうか、う、ね、達成感みたいなのどっかにあったのかもしれません、ね、そうですね、太く短くですかね、うん、それは、うん、というか扇マジックですよ。というのはあれで1年でも2年でも3年でも長くやってたらいい芸能界を経験できなかったですよ。あ、その後ね、あの年でパンと辞めたので、うん、グルメ番組行っても美味しいものも食べれた、うん、温泉番組に行くと美人女将の宿なんていう高級な宿に行ける海外でのロケもある、あ、いい芸能界でした。今ないじゃないですか、うん、だからあそこでスパッとやめてて、うん、いい思いができた、うん、26年だったですね、うん、それとあとあのパンチさんは非常になんか人生設計っていうのを自分でこう立ててらっしゃるっていう話、はい、人生設計っていうかですね、うん、簡単に言えば川崎水道局に入りたいと思って頑張ってきた僕が、うん、熊谷組に入った時点でもう僕はそれで20丸、うん、あとはおまけですよ、うん、なので何も望まないし、とにかく今はあの健康で頑張っていけりゃいいなということですね。でこの前も奥さん娘にも話したんですけど、はいはい、俺はよ富士山とは言わないけどある程度山の上まで登っていい景色見てきたよと、うん、あとはゆっくり下山するからよ、かっこよく健康で下山していくからっていうのが人生設計ですかね、うん、ああ、なるほどね、なんかでも本当になんかその堅実な生き方もされてる、なんか木下さん そ,、ね、そんな感じもするんですよね。いやそれはまた戻るけれどもアジア大学の4年間ですよ、うん、金がない中カップラーメンをみんなですすった1年の時もあるし、うん、あのそれこそあれ経験したらね、そうだよね、うん、何でもできるし、うん、いかにプロ野球が竜宮城だったかっていう、これは竜宮城だ、こんなことは あるわけないよ、なんでインタビューして1万円もらえんだよって、これは竜宮城竜宮城っていうのはいつもありましたからね。なるほど、その竜宮城にいる今 あの現役の選手たちに先輩として何か言葉があったら聞いていただきたいんですけれど、はい、あのですね、うん、とにかく引退したら何千本安打だとか何百勝だとか全く関係ないですよ、そんなものは5年ぐらいしたらあっそうだったっけぐらいなもん、それよりもはつらつとしたねギラギラとしたプレーでね一試合一試合一打席一打席やってほしいと思います。だから分かりやすく言うとソフトバンクの松田みたいにあっそーってねああやってプレーしてほしい、そして自分の家族のために働くんでしょうけどプロ野球ですからファンの人を元気にするのがプロだから、はいはいはい、そんなの打ってくってみたり打てなかったんじゃなく、打っても打てなくてもその選手が出てきたらわーっとな言われるような選手を目指してやってほしいと思いますね。なるほどね、何や3割だとか何百本だとか、ああ引退したら関係ない話ですからね、なるほど。だから阿波野がさ日本シリーズで3チームで投げてたなんて誰も今知らないじゃないですか、なのでギラギラやってほしいと思いますね、はい、木下さん、はい、今日、まあ、久しぶりにお会いになったんですが、そうですね、はい、パンチさんやっぱり変わってらっしゃいませんか。変わってないですね、うん、なんか熱いものなんか元気もらいましたね。そうですね、はい、本当にね、はい、逆になんかそのね今の選手たち指導者としてまたユニフォーム着ていただきたいような気もするんですけどね。まあ、キャンプかなんかで OB のトークじゃないですけども、うん、今のような話を選手にね、はい、成績なんかそんなちっちゃいことをやってるじゃダメだよっていう話を、うん、来季のキャンプでぜひ与田監督、ね、思いますね、うん、はい。
明るく元気にやってもらいたいですね。明るく元気、ギラギラやってもらいたい。ギラ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 と、はい、そしてファンを喜ばせてほしい。そうですよ、楽しませてほしい。そうですよ、それでこそプロなんだ。そうですよ、もうピッチャーゴロでも目つり上げてね、走っていってほしいですよ、一塁に。そうですね、はい、そうですね、うん、最後にあのパンチさんからあの可愛い後輩の与田監督へ、はい、あるいは同級生の阿波野コーチへ、はい、ぜひメッセージをお願いしたいと思います。困るね長くなっちゃうんですよね全然いいですよ。とにかく結果が全ての世界なんでね、うん、負けたら首切られるだろうし、勝ったらまた来年もやれるだろうし、うん、でも与田は思った通りに采配振るって阿波野が助けてくれると思うから、思ったように1年間頑張ってほしいと思います、はい、いつらそれだけです、はい、私たちもあのドラゴンズファンとして大いに期待しておりますのでね、はいはい、今日は本当にどうもありがとうございました。ね、だから僕はね、うん、与田も見てくれてたら嬉しいんですけどね、どうだい与田監督、メンタルトレーナーということあ、なるほど、スランプの選手を錦に連れて行ってもっとスランプにしちゃうといいですね